よろしくです。今日は今日僕の番組じゃないんで、はい、ようこそいらっしゃいました杉本博司さんです。はい、進行役を務めます鈴木恭一です。よろしくお願いします。今日はね、僕は何も言われてなくて、はい、打ち合わせもなしで、僕もですね、さっき50分ぐらい前に会ったばっかりですもんね。そうですよね、はい、うん、でもこれ大学ですよ。こう、いや、大学であるっていうのも知らなかったんですけど、僕はでも、ね、杉本さんの名前に惹かれてこんだけ来てるんですから今日は杉本さんにたっぷり創作の秘密とかをお伺いしつつ、何かその若い頃の話をしろとかいう、そういうことはちょっと聞いてたんですけどね。あ、はいはい、どうして杉本博司が杉本博司になったかっていうような話を、なるほどね、今日、まあ、付き合いが2時もう四半世紀になる鈴木恭一から、はい、なんかこう根掘り葉掘りいじられるという、あ、いいですね。だから僕としては何かこう満員電車に乗っているそのこう女学生が痴漢にあったみたいな感じどっちがですかまあでも今日は僕もちょっと風邪気味なんですけど、杉本さんなんか時差ボケで弱ってるらしいので、いろいろ言うと答えてくれるかもしれないです。答えてくれるかもしれないですね。でもこのね、20 100人のうち今回20人で、僕たちが19番目っていう杉本さん、鳥じゃないっていうところがすごいです。聞いたら鳥がチンポムだっていう、あれですね、紅白歌合戦でいうとあれですね、北島サブちゃんとか石川さゆりの立ち位置というか、このあとやっぱ AKB やなんかで締めるっていうそういう鳥じゃなかったんですね。いや、それ入実に今の現代美術界のランキングを語って、あ、本当ですねやっぱ若者にはかな、美女にはかなわないと。だって都築教授だってアーティストですから ね、 これね、違いますよ、ただのレポーターですけど、はい、はい、とは言いながら実はアートをやってるってところがやっぱり一番かっこいいんじゃないかな。そんな、僕みたいに、ね、マーケットに乗せられて踊ってるのはあんまかっこ悪いですよ。上からいじらないでほしいですねそうやってねあの超嫌な感じになってきましたねいや、実はですね、9年前にこれ実は同じ対談をねやっていまして、森美術館で、杉本さんの大展覧会をやった時に、なぜか呼ばれまして、公開対談をして、この辺に座ってる館長夫人とかがめっちゃ嫌な顔してたのを覚えてますけれども一般 の、 杉本さんのコレクションには縁のない若者たちには受けたのみたいなので、今日はその辺の話の蒸し返しからもう一回やってみようかなと思うんですけど、よろしくお願いします。これちなみに、あれ、こっちの出してくださいね。もう大丈夫ですか。はい、数年前にですね、杉本さんを僕が撮影したあれですね。これはなんか東京都が出してるなんか、はい、広報誌みたいな。そうですね、うん、大森貝塚かどっかで撮ったやつですね、これね。そうですよね、はい、でですね、うん、今ここに来る間、こういう話から始めたいんですけれども、皆さんの BGM にかかっていたちょっとチルアウト系のなんかラウンジ系のやつがあったと思うんですけど、あれをやってるのがね、これなんですよ。この象のオーケストラ、タイのエレファントオーケストラっていうですね、象が楽器を弾いているっていう、っていうとみんな笑うわけよ。だけどそれ象だって分かってなければ、うん、結構なんか S のチルアウトかもみたいな感じになってるっていう、象っていう瞬間にみんな笑いが取るっていうね、ところからアートとはみたいな話をですね、ちょっとできればと思うんですけれども、これは実はロシア生まれでアメリカでずっと活動していたコンセプチュアルアートの2人組のコマール・メラミッドっていうのがいまして、人間以外の生物にアートは可能かというプロジェクトをいろいろやっててですね、いろんな動物にアートをやらせてると、例えばゾウに音楽をやらせてみたりとかですね。だから犬とかだと失敗したらしいんですよね。人間の意図を組みすぎるみたいなで、猫は言うこと聞かないみたいな、でちょうどいいのが象とかなんからしいんですけども、これ象はですね、
前からこう絵を描いたりするんですね。これやっぱタイの、あの象はあのタイではほら昔からこう鑑賞用じゃなくてこう労働用に伝わり、うん、かれてきたんで、こう木材を運ぶとかね、で酷使されてる象を救い出して、キャンプで養生させて野生に返そうみたいなリハビリキャンプが象のためにあると。でそこで象も暇だということでですね、音楽あの象サイズの楽器を作ってみたり、それから絵が好きな象もいるんですね、本当にね。でこれはあの実はですね、いろん象によって絵のタイプが全然違うわけよ。でコマールメロミッドは数年前に日本でもこれ展覧会やって、あの千葉の河村美術館でこのやってですね、その時は市原象の国の象さんたちを起用したらしいんですが、有名なロスコのペインティングがあるんですよね。そうです、そうです、ロスコの、ね、壁があるところですけど、これとかですね、このね、この象によって若いとちょっとフォーブみたいな、フォーブって言ったら本当に獣ですけどね、野獣派というよりサムフランシス風っていうかね、なんかそうですよね、なんかポロックよりなんか筆のタッチがいいじゃん、ね、エクスプレッショニズムって感じですよね、これね。でこれかこうちょっと、うん、あの年取った像は禅画のような感じもしてくるわけです。でもさ、みんな笑ってるけど、像だって分かってから笑ってるわけだよね、これね。だこれ象に似てるんですけれども、うん、これは、うん、あのウィリアム・デ・クーニングっていうですね、あの超巨匠というか、これはですよね、熱くなってきました。そうですよ、バカらしくてやってられなくなってきたでしょ。杉本さんの話のはずなのにね、今日はね、あの今日はドミューに合わせてロックなシャツをですね着ていただいたということで、あのデクーニングなんですって。これモマかどこだろう、どっかニューヨークにあると思うんですけど、でもこういうふうに見るとやっぱり象の方がいいなと思うところでしょ。だってこれと抽象絵画っていうのは ね大差ないじゃないですか、別に。いやいや、こっちの方が無意識に近いから、はい、余計なんていうかな、そうですよね、そう、生命の源泉に触れるっていうのかな。まあ頭はないですしね、うん、あるか。だからこう考えちゃいけない絵っていうのはあるわけだから。そうですよね、これね、うん、でもね、この、うん、この企画ではですね、これ今その象のキャンプに行くと、これいいですよね、買いたい、めちゃ学装すればこれ多分あの5000円ぐらいで売ってくれるんですよ、あのキャンプでお土産で。でもこれ多分5億ぐらいしますよね、今ね。そのさ、だそれはデクーニングと象くんっていう名前で5000円と5億が違うわけですよね、多分ね。油絵とね、ペンキだからってそんな違わないでしょ、これ、うん、で、このちなみにですね、これゾウ君の、スケッチ中ですね、あのアユタヤかどっかの遺跡をスケッチしてるんです。この筆を持たせるんじゃなくて、ゾウでもう直に描くわけね。まあエクスプレッショニズムですから、こうあれですね、このあれですよね、でもこれは、はあ、この孤児を見ながらこれを描いてるっていうところも素晴らしいと思いますけれども、止めどころはどうするのかっていう重要な問題もありますけどね。はあ、で猿の写真とかになるんじゃないの、これ。そうなんですよ、それがですね、次がこうなるんですけど、でこれが猿、はあ、猿じゃなくて、はい、あ、コンテンポラリーアートですね、これ。はい、これあの杉本さんの代表作の一つで、今あれですよね、直島で見れるんでしたっけ、これは。直島に入って、ホテルの地下に、ホテルに泊まらないと見せてくれない。ホテルの地下にですね、展示ルームがあって、このシリーズがバーッと並んでるっていう。うん、素晴らしい鎮魂の部屋っていうのがありましてね、そこに世界中 の教会建築と、ご本尊としてワールドトレードセンターのアリシーの姿がです、ね、としてリゾートホテルなのにね。でもこれ あれですよね、ちょっと説明をしていただきたいんですが、あれですね、杉本さんが自分でいいと思って選んだ近現代建築を杉本さんのやりたいように撮る、20世紀の建築の歴史展っていうのを、はい、ロサンゼルスの現代美術館で企画があって、はい、その時にそういうのやってみないかと、
で頼まれたら絶対やらないと、あ、頼まれたら絶対やらないっていう方針だったんですけど、この時はちょっとやってみようかな。どういう方針ですか。頼まれないとやるっていう、頼まれたらやらないんですか。頼まれたらやらないっていうのは基本方針があるんですよ。それは上から目線ですね。かなりね。いやいや、ほら、あのワックスの、ね、はい、ポートレート撮ったじゃないですかね、はいはい、そうしたらいろんな金持ちとかが、はい、僕のも撮ってくれ、私のも撮ってくれ。あ、なるほどね、うん、肖像画家みたいな。肖像、そうするとそれでアンディ・ウォールはそれをやってたわけでしょ、はいはい、でもアンディ・ウォールに真似をしたっていう言われると苔にかかるんで、ファクトリーでファクトリーじゃないですもんね。、うん、だからまあ撮ってもいいけども、私は死んだ、あ、老人形しか撮らないんだから、うん、撮ってもらいたかったら一回死んで老人形になってからもう一回来てくれっていう、こういうふうに言ってるわけです。ひどいです ね。まあでもこれはもうあの建物だから大丈夫っていう、うん、そうそうそう、それでまあ20世紀のボーレのようなまあ名建築を好き嫌いじゃなくて有名建築のみを取るっていうことにした。あ、そうなんですか。そうそうそう、ほうほう、うん、じゃあこれが例えばニューヨークのクライスラービルだと、そうですね、世界一だったこともある。そうですね、うん、それからの、まあ、これね、ワールドトレードセンター、はい、これがもう今は亡きワールドトレードセンター。そうですね、その時はね、このあのミノル山崎のこの建築ってあんまり建築業界では評価されてなかったんですよね、はい、うんうん、でも僕は非常にいいと思いましたからね、ほうほうほう、取っておいたわけなんですよ。良かったですね、良かったですね。まさかこんなことになるとは。はあ、そうですよね、ミノル山崎っていうのは日系なのに日本でもあんまり言われず、うん、アメリカでも、うん、欧米でもなんかあれですよね、うん、そうですよね、超一流っていう扱いはあんま受けてなかった。いや、全然二流の上ぐらいですよね。二流の上ですか。本当ですか。まあ、そういうのがあると、うん、それからこれ、うん、これがですね、近いやつなんですけれども、うん、これちょっと本当はこれなんですよ。カラーの作品なんですけれども、これを撮ったのは、うん、あの杉本博司さんじゃなくてこいつなんですよね。このチンパンジーのミッキー君ですね。はい、でもカメラは比較的似たカメラ、カメラ似てますよね。かなり高級な 8x10 を使って、はい、それがこれなんですけど、モノクロにしてみるとまあ近いと。ね、で、うん、あの、うん、森ビルの時はこれを、ね、題材にトークをして館長夫人が嫌がってたんですけども、あの、それはそうですよね、あっちは何億円も出してるんですからね。ミッキー君これギャラ知れてますよね、多分ね。ミッキー君のギャラ、まあ、バナナ1本とかじゃないですか、1本で1億差みたいな感じですよね。でもミッキー君ですね、あれから気になって、うん、あのいろいろ調べてみたんですけど、うん、今回のこともあって、あのぜひね、本当はね、うん、2人展をやってもらって、あのオープニングアーティストトークみたいな楽しみだと思ってたんですけど、ミッキー君実はですね、2007年に他界されちゃったんですよ。あ、そうなんですか。そう、残念ながら。だからあのトークやったの2005年ですよね、確かね。それくらいですね。だから、うん、あの頃だったらまだ間に合ったっていうか。ね、あというのはですね、いろいろ調べてですね、いろいろ作品が出てきたんですよ。これは赤の広場のやつですね、これモスクワのね、うん、それからね、かっこいいんですよ、こういうふうに、ね、ね、これ、超かっこいい、うん、構図がいいね、構図が。でなんかあれですよね、うん、アメリカの新感覚っぽいカメラマンみたいな、からね、こういうね、なんかちっちゃくて申し訳ないけど、なんかちょっと、うん、あのうん、ウィリアム・ウェグマンみたいなですね。嘘ですけど。それからね、ミッキー君をみんなで面白がって撮ってる人たちを撮ってるやつとかあるわけです。結構かっこいいんですよね。でこれ一応そのコマール・ミラミッドがミッキー君に、うんうん、あの使い方を教えてるところね、カメラのね。あはははこれは8x10、ここでレリーズを押すんだっていうところとか、このですね、35ミリとかあのポラロイドとかやってんですよ。だけどポラロイドならともかく、あのミッキー君はね、こう、うん、要するに大体この 8x10 のポラを使うんですって。あ、それが肝っていうか、こっちにこの機械を向けてこれを押してこうビッと出ると、こう絵が見てる絵が出てくるっていうのを何回かやると何となく覚えるっていうわけですよ。だけど
重要な欠点としては、うん、ピントは合わせられないんですよね、うん、だからミキ君の場合必然的にこういうのになるわけ、うん、ね、うん、でもそれをこうコンセプチュアルな意図としてこうやるというところにあれですよね、アートの不思議なところがあると思うんですけど、実はね僕も8by 10でポラロイド撮るんですよ。だから全く同じなんですけどね。ああ、でそれ見ないと露出がよくわからないっていうね、これ長時間録音になることもあるし、そうですよね、メーターないことが多い、はい、だからポラロイドってもう倒産しちゃってないんですけども、はい、今使ってるのは、5年期限切れのやつなんですよ。お、うん、はいはい、でもしょうがないですもんね、それしかないんだもんね。これを 闇ルートで結構高く売ってるんですよ。闇ルートなんかあるんですかポラロイドの。そう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 、へえ、うん、ポラ買っちゃえばいいんだよポラ会社を。いや会社は売られちゃって新しい会社で今再生してるんですけど。あ、そうですよね、全然それが良くないんですよね。でも 8x10 なんか作んないでしょうしね。そんな作ってるんです。作ってるんですか、うん、あ、全然だから会社は買ったけど技法は受け継がなかった。あ、どうやっていいか分かんない。ああ、ダメなんだ、うん、そうなんですよ。うん、でもそこでボケ具合とか一応チェックされるわけですよね、ポラで。まあ、一応こう見ればね、まあ、分かるんですけども、うん、やっぱりその遠くまで来てなんか露出に失敗するの嫌だからやっぱりポラ取っちゃいますね。そうですよね、まあそれは取りますよね。だからそれと、あの、うん、やむを得ずこうなる人との違いっていうのが面白いんだけど、でなんかしかもその、うん、まあね、個別にお金の話はあれなんですけど、うん、杉本さんのね、うん、あの写真としては今世界一高いと思いますけれども、いや他 の、 あのドイツ人の3人組は。あ、ドイツ人ね、 あれね。無駄にでかいやつですね、あれね。はい、まあ、あれもそうですけど。でもあれはね、タイプ C プリントをプレキシにこうやって貼り付けてありますから、はい、まあ持って 5,6 年で退職が始まるんですいい話ですね。いや、それでこう移ろいゆくこう消えていくものがそんな高いっていうのはなかなかね、こう諸行無常な感じが僕は好きなんです。諸行無常金持ちの諸行無常ですね。だけど、うん、でね、そうだけどそう、まあ、一方それがあり、うんうん、ミキ君バナナ一本っていう話があったんですけれども、さらにですね、調べてみると、ミッキー君値上がりしてたんですよ。そう、実はバナナ3本だってた。いやいやいや、実はですね、去年2013年、サザビーズで、ミッキー君没後の売り立てが行われたと。これ見てください、これサザビーの4万ポンドですよ。610万円。高いじゃないこれがすごいです。4万ポンドで600万円じゃないですか。そうですよ、600万円で落札されたっていうですね。あ、ジャパニーズ円610万5600円ですよ狂ってますよね。ちなみにですね、このポートレート、これが売られたわけ。ポートレートともう何枚かセットらしいんです。セットになってるわけ。はい、セットらしいんですけども、でまたですね、これ秘蔵映像なんですけど、それわざわざ買って喜んでるおばさんのインタビューっていうのがこれ、あの、皆さん、そう、超一流ですね、オークションの現場を見ることもあまりないと思いますので、これね、あ、このおばちゃんが買った。そうなんです。ミキー took the photo that it's quite good on the red square. で、電話入札するほどのもんかっていう気がしますが、サンキューベリーマッチ、落ちてるのか頭おかしいと思いますけどね。そうコンセプチュアルって言ってますけどね、そりゃそうですよね。はい、これは誰に支払われるのかだけど。そうなんですよ、ね、遺族っつったって ね、そうなんですよね。難しいですよね。ああ、でもチンパンジー世界によってバナナ1本が100万円か150万円の価値とか、そういうことになると6本分と。そうそうそういやだけどね、こう、ね、前にお話した時はやっぱり、ね、こんな意図してないものと意図したものとね、こうこういうふうに似たようなものになっちゃう不思議さっていうのを話してましたけど、意図してないものまですくい上げられちゃうっていうところがまた、意図してないものの方が高くなるっていう方がこれ面白いですよ。
不思議ですよね。何なんでしょうね、そういうこの貪欲なアートワールドというものはね、不思議ですんだなと思って、ね、ですから、これマーケットなんて商品化されてしまうけど、全てがそうですよね、うん、はい、そういう中に作品というものも漂っていくということですね。それにもう常に抵抗を続けているのが鈴木恭一というね。違いますよ。自分がマーケットに乗らないのように乗らないよってこっちが深くこう沈んでて乗っけてもらえないっていうだけのことですよ。でというのはこれ、次にこの話をしたいんですが、ですね、やはりあの杉本さんの代表的な写真作品の一つであるこれ、ね、最後の晩餐ですよ ね、 そうですね、これは、あの何枚かに分けて、あれですよね、プリントされてるのがバーッと長く5枚組になってるんですよね、はい、全部でかなり長いやつ、うん、7メーターぐらい、この壁ぐらい、この壁全部ぐらいありますよね、うん、本物は見たことないんですけど、大体似たような大きさなのかなと。本物って2000年ぐらい前のやつですか。あ、ダヴィンチのやつ。2000年前のは誰も見たことない。そうそうそう、まあまあだけどこれでも等身大ですもんね、一応ね、あのものは、というのは、うん、これはあれなんですよ、ろう人形を撮ったシリーズの一つですよね、杉本、ね、さんがね、これはやっぱり鈴木恭一から情報をゲットして、杉本さん実はですね、熱海に、熱海に大別荘をお持ちでですね、それで、そこで僕も遊んでいた頃に、うん、伊豆の老人形館っていうのがあって、そうそうそう、伊豆高原にあって、うん、誰も行かないけど意外と良かったとかね、うん、いう話をしたら、うん、本当かよとか言いながら、うん、ちゃっかりこれを撮られた。それから素晴らしい作品、これとあそこに出てるね、画廊に出てる昭和天皇もそこにあるんですよね、はい、うん、これからお見せしますけれども、これね、本当素晴らしい作品だなと思いますけれども、うんうん、これが僕が撮った方ですね、これこれこっちが杉本さんですね。あれを撮ったのを見せられて、はい、あ、これはいけるかなと思ってちょっとですよね。でもちゃんとこうゴブレットとかいろいろなものは完璧なものを用意されてるんですよね、これは。これはね、メトロポリタン美術館に行って、そのローマ時代のね、このワイングラスがないかって聞いたら1個しかないって言われて、はい、うん、なんか1000万以上するんだぞとか言われてですね、はい、で諦めて、はい、うん、これはブルーミングデールで見つけた。まあそれはそうですよね。でもブルーミーですからね、こっちとは違う。でも情報量はこっちの方が多い、悪いけどね。そうそう、カラーだし説明も入ってるイエス、間違いようのない感じに入ってますね、うん、まあ、だけど杉本さんはちゃんとね、その場所を夜中使ってセットを組んで撮影、で後ろに黒いこう幕を全部つけて、あの絵は下手ですから、全部それをカットして、はい、はい、ですよ ね、 そうですね。僕はこれ無許可盗撮なんで、もともとその違いがですね、うん、まあ、本物はこういう感じなんですよ。ですごい狭いところなんですよね。もう本当3メーターぐらい引きが全くないんですよね。引きが長いんですけれども、この廊下がすごい狭いのね。そう、だから引きがすごいないですよね、うん、本当にね。でこのガラスがまた真ん中に入ってるから、そうですね、全部ガラスが入ってる、ガラスの継ぎ目があるし、はい、非常に難しいものでしたね。そうですよね、これのですね、見れば分かるようにいろんなものを全部どけて好き放題やったのが杉本さんでした、ね、うん、で同じこういうですね、天皇家コーナーもあるんですよね、これね。これはびっくりしました ね、 ね、本当に。でもこれちゃんと民族派の方にも了解を取って展示しているらしいですけれども、歴代天皇であれですね、確か大和武尊とかいろんな人が、聖徳太子とかも入ってるんですね、これね。そうですね、それでこう、はい、ただね、この昭和天皇はとびきりクオリティが高いんですよね、うん、他に比べて。そうで、徳川家康とか秀吉が2階に行くといろんなのが並んでるんですけども、それはもういかにもなんかおもちゃっていうか、昭和天皇と60代と70代と2体あるんですけどね、うん、
これはもう素晴らしい出来なんですよ。まあ、美智子様とかより全然いいですよね、これね。そうですよね。今上天皇よりも全然昭和天皇がクオリティ高い。ああ、うん、でだからちゃんと撮るあの作品がね出てますけども。そうですね、今日ちょうど今日ね、あれは普通の人が見たらですね、ああお撮りになったんですかって聞かれて、撮りましたって言うと、ああっていうですね。実はうちの玄関にね、あのマンションの玄関にこれ飾ってあるのを持ってきたんですけどね。まあ、クリーニング屋とかがあの借金取りっていうかな、なんか今月 お願いしますって言うと、あちょっと今あって、あで、あこれっていう風になってね、これお取りになったんですかって、もちろん取りましたよって言って、呼ばれて取りに来ましたって。まあ取ったしね、本当にね。そうじゃ あお知らせは、まあ、いつでもご都合のいい時そりゃそうですよね、絶大の信用なんですよ。ですよね。なんか菊の紋章入りのタバコでもあげとけば大丈夫っていうね。そうなんですよ、これですね、それがね。まあ本物としか見えないですよ ね。はい。でその椅子があんまり良くなかったんで、こうちょっとあの座り直していただいて、ポーズを取っていただいて。だけどね、あの森美術館でやった時に手中やったこれの大きいのを出したんですよね。そしたらそのかんあのこう見に来た一人の人がですね、あのこの右手のここがブレてんのはどうしてですかって質問があったんですよ。何ですかそれ、ブレてんので僕も知らなかったんですけどね、よくよく見たら ここがブレてるんで、あの露光時間が大体25分、その間にこの指が動いてた。ほんと動いたんです ね指だけお前なみたいな感じで動いたんですよね。やばいですね。やばいですよ。あとよく見てください、ちゃんとね、小さいプレートでもプレートの見える、まあ、うん、天皇様がお怒りになるのも無理はないというかですね、なぜならこれ見てください、これ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 ちょっと まずいんじゃないのこれね。この人さ、この人も肩に手とかかけてますけど、めちゃ不敬罪ですねこれがね。本当にね、いいんですかねこれね。本当あのこれは実はあれですよね、あの実はですね、東京都内某所にあの天才老人形師がいましてですね、その人の作品で、うん、あのアトリエに行ったやるのを ね見に行って、うん、こうやってあのでも正式にはね、この、はい、博物館というかこう、はい、老人形館に行くと、はい、ここうち あの技師はあのロンドンのマダム・タッソーに勤めていて、そこで修行して日本に帰ってきて作ってって言われたんだよ。嘘ですけどね。嘘ですけどね。まあでも素晴らしいところなんですが、うん、あのここでねこう肩抱いたりいろいろ記念撮影をひとしきり楽しみましたけれども、うん、あのまさか皆さんもこういう内容になるとは思わなかったでしょうが、だけどあのちなみにですねこれ、うん、あのこの間知ったんですけど、これがあの、うん、普段の、まあ、なんていうかな、展示のあれなんですが、こうあれあのちなみにですね、うん、杉本さんのこのこれね、うん、杉本さんのこの最後の晩餐はこうやって美しくいろんな世界各地で展示されるんですが、うん、僕の老人形の写真が展示されたのはねここですね、水戸芸術館でですね、うん、くるくる珍日本気候展っていうのをしてですねありましたね、はい、ここでこれが僕の最初の大きな展覧会なんですけれども、あのこうやってスーパー回転あれスーパー回転寿司の台を借りてきましてですね、この皿の上にこういう風に写真が回ると回ってってこうね、好きなのを展覧会はよく歩かせるじゃないですか、あれがなんで座ったままで見れるってね、よく見たい場合は撮ればいいっていうですね、ことにして、
いやこれこの同じサイズのプリントを売ったんですよ、うん、その時ね覚えてるの500円じゃなかった。そうなんだ、あのわざわざパウチっこまでして汚れないようにそれでこういくらぐらいで売ろうかっていうのを学芸と話してて、うん、あのまあめんどくさい1000オリジナルプリントですからね、一応番号は入ってないけど、うん、1000円ぐらいかなしたら1000円は高いとか言われてもうあの言葉忘れないですね本当に今までの励みになってますけど仕事ね、その時さ同じのを取った杉本さんの500万ぐらいしてましたからこの1万倍の差がアートと報道の差みたいな感じがしましたが、うんうん、あれですよね、あのちなみにこの間聞いたらこれのお話をちょっとこのぐちゃぐちゃになっちゃったシリーズがありますけど、これはこのカエダールにも出てますけど、ね、はい、あのこれはパリのカーのパレード東京という美術館でつい先月まで、半年間がやってた、世界の終わり展というタイトルなんですけどね、うん、昨日世界は死んだ、もしかしたら昨日かもしれないっていう、はい、でまあ、文明の終わりをこうインスタレーションで見せるっていう、うん、いろんなその終わり方を見せてるんですけどね、はい、だこれ本当にラストサパー見たことのない人、はい、だ本当に再現しようってラストサパーをこう作ったんですよ、テーブルを、古いのでね、はい、うん、それでここにいろいろキリストの貼り付けになった時の、はい、あの釘とか足かせとかは一応置いてあるんですけどね、はいはい、想定ですね、想定です、多分これこんな釘だっただろうみたいな、このねワインの大宴会をやったわけですよね、はい、ラストサファー、はい、でこれはロマネコンティの空き瓶が転がってるんですよだからこれ確かに水がワインになったんじゃなかったっけでこの辺に相当たら1本なんか何百万っていうワインの空き瓶が並んでて、実はラストサファーは大豪華ディナーだったっていう設定なんですよ、うん、ところがねこれはねたまたまあのハリケーンサンディっていうのがニューヨークを襲った、それ4年前ぐらいですかね、はい、その時にうち そのチェルシー の、まあ、あのビルが地下が水没したんですよ、はい、ガゴージャンがまず水没して次にうちに来た、あ天罰ですねお金持ちから水没するっていうか世界の終わりみたいな、そういうね、でそこにね、だまあ地下室ですから、はい、あのダメージになった作品を全部置いといたわけです、はいはい、ちょっと傷がついちゃって売り物になる、はいはい、そうしたらそこに水が入ってきて、で2日間あの水浸しになってたわけですよ、ところがあの下水とかも全部混じってるんで、もうものすごい臭い、うんうんうん、それで引きずり出したら、はい、ぐずぐずに濡れてこう半分顔が溶けてたんですね、でこの辺なんかもうフランシス・ベーコンじゃないかと思うよね、なるほど、うんうん、アップがあるんですけど、こういう感じですね、だ膜面が半分溶けちゃってるんですね、この辺はだから水に浸ってなくてこっちだけ浸ってた、うん、すごいですねこれ、あれですね、うん、なんかさっきのチンパンジーじゃないですけど、これは偶然が関与してですね、はい、もっとアートっぽくなっちゃったっていう、ああれですよね何百年か経ったダヴィンチの最後の晩餐みたいな感じで色が剥げてくるとこう、そうですね、重々しく見えるみたいな、まあ、もう骨董好きですからこれ古色がついたんで、こうはい余計高いとこういう感じですね自分じゃやんないですもんねこれね、いや自分でやったら意図的になっちゃってこうはいかないわけですよ、そうなんですよね、はい、うん、だこれをですね 2、3 ヶ月かけてゆっくりと乾かしていったわけなんですよ、ほうほうほう、うん、そしていろんなカビが生えてきたりとかね、はい、いろんなあの色も出てきたりとかですね、うん、でこれは素晴らしいと思って、はい、自然とのコラボみたいな、そうですね、はい、もう一斉にもう捨てようと思ってたものがまた再販売価値が深かったなるほど、でもこういう偶然って面白いですよね、そういうのね、うん、まあ陶芸なんかね、うん、昔からそうなったんでしょうけど、そうですよね、うん、自然がもたらす偶然から、ね、何も分かってないチンパンジーの偶然までこう、ね、いろいろなものが、うん、だってこれはこれでもう作品として展示されてるわけじゃないですか、うん、今美術館に立派に展示されると、そうですね、こうやってね展示しかないと、はい、うん、だからまあ保険を請求することもできたんですけど、はい、それをしないで、あ微妙な判断がそこでそうですよね、だこの状態で残ってる方がいいですもんね、そうですよ、うん、ね、そういうの綺麗なものよりもこっちの方が評価高いですね今はね、あ新品よりも新品よりもなるほど
面白いですね、うん、だけど、うん、こう例えばね、うん、こういうの出したのはあの、まあ、こっちにしときますけどあの、まあね、杉本さんは写真を使ってるわけだし、まあ、僕も写真を撮る使ってるんですけども、うん、やっぱりあの絵ならねこう、キャンバスが白いのがあってゼロから描くって、ねでも写真家ってはっきり言って別に何もやってないわけじゃないですか、まあ、だって別に蝋人形を作ってるわけじゃないですよね僕たちがね、あの蝋人形を作ってるわけじゃないのに、こう撮っただけで、こうでも撮り方でアートになったりね、こう報道になったりするし、でもこうゼロから作ってんじゃないところでこうアートが生まれるっていうのは僕はすごいなんか別に文句言ってないんですよ、あの不思議だなっていう感じがすごくするんですよね、まあ、写真っていうのはアートだということになったつい最近の話です。そうですよね、ここ10年ぐらいじゃないですかね。そうですよね、はあ、なんか先週ちょうどこの写真のとアートの話がニューヨークタイムかなんかでなんかでして、あの1960年代ぐらいには、古いやつだから、あのエドワード・スタイケンとかそういうのが、大体あの、今のお金じゃないけど当時の60年代で100ドルぐらいで買えたっつうんですね。そうですよね、はあ、今10万ドル以上ですもんね。10万ドル以上だから、いやそのスタイケンの奥ですよ。奥ですか、だからすごいことになってるっていうか、こっちはつい金に惑わされますけど、あのだけどそういうお金がそれだけ値段がつくってことは見方が変わってるわけですよね、もうね。そうですよね、だからもう投資商品になったんです。そうですよね、だからもう、まあ、絵描きとか、まあ、そういう人たちが、まあ、しっかりやってないからということもあるんですよ、はい。本当ですか。ちょっとそこよく言ってくださいね、あのしっかりやってないというのはどういうことなんですか。マーケットに応えられるようなそういう有品名品がこう続々できてればそちらでマーケットは充足して、あ、写真にまで手を回さなくても済んだ、というかこうアートマーケットそのものが非常に貪欲にこう拡張し続けてて、何でもその取り込んでその商品として成り立つ。だからもう末期の資本主義社会の異様な形態だと僕も思ってるわけですよね。ああそうですか、ちょその辺をゆっくりお話は聞きたいですけどでもやっぱり確かに多くの人が今のアートマーケットの異常さっていうのはすごい指摘してますよね、なんかものすごくこう一部の作家だけものすごい値段が狂ったように上がっているってこと、それからそれがたらい回しになってどんどん上がっていくってこと、一方で全く機会のない若い作家もいっぱいいるっていうのっていうのはすごい不思議ですよね、あれね。だからまあ人が2人3人いてみんなでこう、だからオークションだってね1人じゃないと当たらないんで、2人いれば競り合いになるんですよね、はい、だから非常に心理的なで意図的にそれができているのかどうかっていうことですけどもね、ある意味ではそのアートマフィアみたいなのそういう層があるわけなんです、実際ニューヨークにいれば必死と分かりますけど、ですよね、まあ一人じゃミッキー君にあのだけの金を出すやつはいないっていう、せるやつがいたからそうなるわけですよね。ですからウォーホールの相場だってある程度は人工的にできて、それで、まあ、コレクターが、ね、もう100人もいれば、それは全体に相場をこう支えようというその相場を総持ちにするということなんですよね。そうですね、はい、みんなで渡れば怖くないみたいな、そういう意識ですよね。ですよね、でこう大きくて露骨でえぐい、絵から売れていくじゃないですか今、すごくこう汚くて暴力的で、まあ、デミアン・ハウスなんか意図的にそういうことをやってるわけですからね。そうですよね、骸骨にダイヤモンドをはめ込んで、これで何十億で買えと、はい、あれで社会への批判とか言われてもっていう感じがすごい、何十億でそれを言えないと思うんですけど、やっぱりそういうふうになって、彼はそのシニカルなスタンスで鈴木教授とまた全く 真逆のシニシズムってのがあるわけですよ。でクソくらいってこれでお前ら書かっていう、そういう態度なんですよ、あれはね。そうですよね、売れてるしね、あっちはね。それでね、それでクソくらいって言っても売れる人と売れない人いるからねけど、まあ、だけどそうやってこう、高いもん高いもんって買って最後にババを引く人がいる、出ますよね当然、それはだからこの世界の終わり点でもですね、そういうアートマーケットが、
もうその先物取引としては国債なんかよりも全然利回りが高くなると、うん、みんながこうアートバブルになってしまって買うようになって、うん、である日その総持ちが崩れて、うん、アートマーケットの杉本博士の値段じゃないけども、うん、アンディ・ウォールの相場が崩れたことによって、はいはい、アンディ・ウォールのペインティングはキャンベル・スープ缶よりも安くなってしまうという現状が起こると。その時に全ての国債からボンドから何か全部が総崩れになっていくっていうね、はい、うん、アートがきっかけになって世界がこう崩壊するっていうのはアーティストとしては誇り高いことだっていう、そういう話なんですよね。まあそうですね、自分の根崩れを最後に起こってほしいと思うんでしょうけど誰でも、うん、まあ、だけどね、そう、うん、まあ、不思議な今状態にあるアートの、最先端というか、まあ、うん、マーケットのただ中に杉本さんはいるわけじゃないですか。いや、自分ではコントロールできないわけですよ。でしょ、そう、うん、ただ中に突っ込まれてるっていうか、うん、置かれてるわけですよね、うん、だから最近言われるのはお前は作りすぎだって言うんですよ。あ、だからね、数が出てると相場は上がらないんですよ。うんうん、だからね、もう死にそうだとかね、うん、もう年取ったからもうプリントやめるとかそういうことを言ってくれって言うわけですよ。あ誰が言ってんですかそれ。大体わかりますけど、だけどそういう、でもそうやってあれです、うん、でもちょっとね、20年ぐらい前ですか、ちょっと出始めた頃、杉本博士はドラッグでやられてもうダメだっていう噂が立った時は、はい、ちょっと値段が上がりました。そうだったんですか。いいですね、あれですね、大間のマグロは今年は不良だみたいなこと言って寿司屋が高いのと一緒ですね、それね。そうなんですか、うん、変ですね、はあ、だからこう 老人になって過作になって作らないっていう方がマーケットとしてはいいわけなんですよ、ね、不思議ですよね、うん、作ると怒られるっていうこの、うん、ね、うん、感覚っていうのが、でもね、杉本さんはもともとは、ね、そういうことはつゆ知らず、うん、ね、アートの世界、この写真がそんな高く売れるような時代になるなんていうことは全く思いにもかけないことでしたね。そうですよね、だってそんなことはつい最近ですもんね、ついここの、だから僕の場合には2000、はい、1995年に、はい、急に美術館の展覧会って最初にメトロポリタンでやったんですね、はいはい、それまではね、大体まあ20万ぐらいですよね、1点、はい、で そこから一気に何かこう、うん、毎年こうなんか売買ゲームみたいなことが何年かあって、いつかみんな皆さんにもいつかそういう日が訪れるかもしれませんけど急に売買っていう時が、そう、写真のメディアそのものがね、はい、そういうふうになって、そのベヒアスクールの、ね、はい、3人が高くなってくると、うんうん、そっか、だけどね、もともとは例えば、もともと杉本さんはあれじゃないですけど、うん、そのやっと若い頃の話を少しはしないと、あのバカ話だけ2時間やると、お金を払ってくれた皆様にあれなんで、あれですけど、もともとはだってあれですよね、写真を目指していたわけですらないわけじゃないですか。まあ、例えば、まあ、アーティストになろうと思ったのは1994年かニューヨークに移った時ですよ。その前まではあれですか。その前までは写真はやりたいと思ったんで、写真で食えるっていうのは、まあ、コマーシャルアートしかないわけですから。そうですよね。だから、まあ、そのニューヨークに出てきたうん、いうことですね。でも元々今回そのここにあの絵が、うん、あれは10代の絵ですよね。あれは高校生の時ですよね。ですよね、一瞬あの死刑囚の絵かと思いましたから、ね、みずみずしい高校生時代の絵があった死ぬ前にこう描く、いや、最後のシーン。そうですね。だけど、うん、ということは当時はあれですよね、うん、こう普通の美術を目指す学生だったっていうことですよね。いやだ、高校大学とはまあその工作少年、はい、模型少年だったのね、はいはい、うん、だからどちらかというと引きこもり系のずっと子供の時から模型作ってるのが好きだった、はい、ほうほうほう、ですからその延長で絵も描く場面、うん、まあね、まあ、写真もやれば、うん、写真はまあ12歳の時に親父が高級カメラ買って使えないんで放り出したのをもらったというのがきっかけですよね、うん、で、あのカリフォルニアに渡って、うん、でその前のまあ立教大学の時には広告研究会っていうやわなクラスに入ってたんですよ、はい、交際目的のあれですね、交際目的、男女交際目的のやつですね、はい、うん、
ところがやっぱり学生運動ただ中でしたから、そうですね、あの広告研究会でも社会科学研究会みたいな、ね、そのマルクス系 の, その広告批判みたいなのをやるっていうグループもあって、そこにも入ってたんですよ。ほうほうほう。で、だいたい僕はマルクス経済学をやったわけですから、ほうほう、ですからそれはそれでちゃんとその坂西教授という教授についてですね、うん、だからまあ、あの唯物史観というやつですよね、はい、そういう難しいものを勉強したわけ。それが今やみたいな、ね、それで、まあ、西洋美術史は全くやらなくて、はい、まあ、西洋哲学史みたいな人はやったわけですよね、はい、マルクスをやるためにはフォーエルバッハってのをやらなくちゃいけないし、うん、そうするとヘーゲルをやらなくちゃいけない、うん、そうするとカントとかそういうドイツ観念論っていうのも、うん、はい、うん、だからその時に頭のトレーニングをしたのは非常に良かったですね。なるほどね、うん、でもそこからこうね、うん、アートにだんだん入って、でそれと一緒にナンパのそういう学生の広告研究会でポスターを作ったりとか、なんかそういう映像が今日あるとかいう話を僕は、今日はですね、これ皆さん本邦初公開というか二度と公開しないと思いますけれども、杉本さんの秘蔵ね。いや、この間ね、あの親の実家を人に貸すことになって大掃除しなくちゃいけないっていうのを弟がやってたんで、はいはい、それをこんなの捨てるけどどうするって言って一応見とくって言って見に行ったら、はい、その頃のなんかその収作みたいなのいっぱい出てきたわけです。そうなんですよ。 それをね、あの杉本さんの、バイオグラフィーには決して出てこないものだと思います。今日皆さんよく心して見ておくようにね、こういうやつですからね、これね。これすごいですね、レナウンイエイエみたいなあれですね、マリクワントだしね。これは60、ね、何年、これ西武のマークですか。これも西武です。西武のポスターを、ね、あの学生、はい、広告展っていうのがあってですね、六、はい、大学でみんなやるんですよ。でこれはだからポスターカーで描いた写真で撮ったものを引き伸ばし機でこう歪めて、はい、こう E0 こう斜めにしてね、でそれをトレースしてポスターで描くっていう。なるほど。すでにもう今シャメの音がひなり響いてすでにそういうコンセプトがちょっと入ってたと。コンセプトじゃないですね。で、はい、ちょっと宇野明っぽいですね、これ当時。なるほど、ね、流行っていた、はい、これをね 3,4 点作ったんです。そのうちのこれ、あ、これですね、イブ・サンローランじゃないですか。イブ・サンローランこの影になった顔がいい感じですね、これね、はい、これはね、だからこれ金賞を取ったんです。そうなんですか。このまま銀座の東芝ガラスのところで、はい、あの展覧会やったの。そうなんだ。でもその盾とか賞状とか全部捨てられちゃったんだよ。あ、いやでもこっちが残ってた。これだけは残ってた。いや、うん、このままデザイナーにならなくてよかったですね。ねえ、このままこういうのやったらどう。西武のロゴがまだこういう時代ですからね。そうですよね、うん、昔はこれだったんですよね。そうですよね。まあ、まあ立教大学だし、うん、お膝元ということで。そうね、はい、でこれもある種ですね、うんうん、当時の今回の恥ずかしいシリーズはですねこれはやっぱり、いや、その当時付き合ってた彼女をモデルにして手を、そうだったんですか、うん、それをまた引き伸ばして、はい、あ、これはね、そのアートセンターっていう、まあ、カリフォルニアのアートスクールに入るときに、はい、うん、作品を出せって、ポートフォリオを出せっていうんで、はい、それで作ったものですね、これ。お、下は写真、うん、手は写真ってことですか。手は写真ですね、はいはいはい、それをリスフィルムに多分転換したんですかね。リスフィルムって撮ってるのかな。70年代って感じがしますね。70年代ですね。いや、68年か9年、9年か70年に渡米してますから。はい、もうウッドストックと同じ年ですからね、うん、これはウッドストックの年ですよ。ですよ、うん、こういうことが行われていたと、うん、ね、これはちょっと恥ずかしいですね。そう、当時の彼女がってことですか、それは。いやいやいや、写真が、絵柄が、写真も、いや、いいじゃないですか、この蝶々がね、もっと出てきますよ。森花みたいな。これは僕のかな。あ、いや、そうだと思いますけど、多分絶対僕じゃないですから。これ何なんでしょうね。これ何なん、あんまり記憶にないな。あ、そうですか。じゃあ次いきます。はいはい。これです。あ、これは覚えてますね。これちょっとお聞きしますね。はい。これはすごいですね。このマネキン人形がなんと見えない感じですね、これ。
これはカリフォルニアに移った最初ですね、これ。ああ、そうなん、じゃあ、うん、70年ですよ、70年。ということは23歳か、うん、はい。これは中盤で撮ってるんだと思いますね、これ、ね。ああ、フォーマットがね。うんうん、どんな意図がこれは。いやこれは多分だからその課題として何か撮れっていうんで、はい、砂漠にマネキン持ってって何か撮ったっていうことですね、はい、いいですね、うん、マネキンシリーズしつこく見せますけどこういうこれね。いやだからさっきのポートフォリオ出したらね、はい、あなたもある程度出来上がってるから2年飛び級で3年から入っていいですって言われて、うん、あそうなんだ、うん、へえ、だからこれ3年生の時のっていうね、こんなのがあったの、これはもうだから それ以来見てないですよ僕は。これそうなんですか。じゃあ今あれですね、40年ぶり近い対面というか、うん、こうあるなっていうのこの間ね、あ、はい、取っとこうっていうんで置いといて、それをちゃんと見たのはだから、はい、え、今回教授が初めて。本当ですか。私がそれを見せられてるという本当ですね意地悪でやってんじゃないんで。マネキンといえば2人でほらあの、はい、ラブドールを買いに行ったじゃないですか。そうなんですよね、2人でって2人じゃないですよ杉本さんが欲しいって言うから僕が案内しただけですけども、でもそれもあれですよ、あれ今回の展覧会ですよね。今回の展覧会にそのパレード東京の東京に出てますよ、はいてて、はい、これちなみにですね、この海江であるって今あのね、昔戦前すごく有名だった1926年創刊、はい、のものすごい、超高級印刷、うん、アート雑誌だったのが、まあ、ピカソとかいろんな人がね、ピカソとかマチスか、そうそうたるデュシャンのカバーになったりとか、はい、それ30年代ですけどね、はい、それを、長らく廃刊になっていたのを数年前に、復刊されたんです。オランダ人の方ですか。あれはスウェーデン人とスイス人、うん、映画プロデューサーのお金持ちがですね、うん、偶然その社屋の前を通りかかって、うん、気になって入っていった、買ったっていうですねで買って復刊して、ちょうど第100号、これ100号記念なんですよね。100号記念を杉本さん特集やってですね、杉本特集になった。今日本でも買えると思いますけれども、うん、ちなみにこの裏話とかについてはですね、うん、今その辺でもらえる、花椿のですね、今の号に僕が書いてますので一緒に読んでいただくといいと思いますが、うん、そこにいろんさっきのですね、いろんなさっきの最後の晩餐も含めたいろんな、最新の映像が結構入ってますね。こうデュシャンもどきで、はい、こう覗き窓の大きいのがあるんですね、はい、でここから覗くと、あ、窓がでかいと、窓でかい、はい、そうするとこのオリエント工業製ラブドールがですね、ラブドールアンジェが、はい、まあ最初全裸で出したんですけども、はい、やっぱりなんかまとってる方がエロティックなんですよね。あ、うん、それでこの日本のタオルみたいなやつをそうしたらね、はい、インスタレーションしてたら渋谷圭一郎が来て、はい、もう触りまくられちゃった。あ、嫌ですね、なんか乙女じゃなくなっちゃったんですねこれ。なんかその時なんかやられちゃったみたいな自分がそれ嫌な気持ちですね。私もね、処女で出したいと思ったのに。そうですよね、うん、はい、これはオリエント工業の上野のショールームに、ね、2人で行っていろいろ選んで、もうあっちの人びっくりしてましたけどね、杉本さんが使うんですかみたいな感じいやいやいや、作品にみたいな、作品として使うんですよね、直接フランスに送ってくれとかいろいろ言い訳をされてたのを思い起こしますけれども、これは終わったばっかりっていうことですか。これはそれはね、巡回して今度はエルミタージュ美術館に行くんですよ。あ、すごいですね、はい、サンクトペテルブルク、サンクトペテルブルク、はい、来年の6月15日がオープニング。あ、そうですか、うん、サンクトペテルブルクに行く予定のある方はですねぜひ、はい、行っていただける。ちなみにエルミタージュ美術館のすぐそばには、うん、科学博物館というのがあってですね、うん、世界有数の奇形児標本というのがありますから、それもぜひ見ていただけるとですね口直しになるかと。ピョートル大帝が集めた奇形たちの標本がいっぱいありますので、うん、
見ていただくとあれと思いますが、うん、あの話を元に戻しまして、あの違うシリーズまでありますね。これあれこれは多分こうこういうふうに見るんじゃないかな。えどうですか、え逆、いやこう90度、あ90度、うん、こうあれ、うんうん、この首を吊った状態で、はい、うん、あ首を吊った状態でね、うん、なるほど、うん、だ外の景色がこう水地平線が見えてるからね、はいはい、あこうなんかカビが生えてますね、プリントにね、あこれ ね、はいはいはい、うん、それからこういうのありますね、うんうん、あれなんだこれ、これは自分ですか、自分のヌードだねこれ、えやっぱり杉本さんだったのこれ、すごいですねこの二重露出、この ATG 映画のような感じで何ですかこれ、ダブルネガティブですよ ね、はい、このひび割れの砂漠に行った時と、はい、とダブルネガティブにしてですね、だからいろんなこう、はい、技法を試せっていう課題だったんでしょうね、ほう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 、うん、何を象徴してんでしょうかねこれはね世界の終わりっぽいですねこれもねなんとなくその頃からそういう趣味があったんだよこれね、ああ、週末フェチみたいな、週末フェチですよあでもまあか体はスリムですよこれ、本当ですね20代中頃ですもんね、そうですよ、はい、うん、引く手あまただった頃ですよ、ああ今のが引く手はまただと思いますけど、いやいやもうダメです下半身不随、あいや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 、あのポケットさえ大きければ大丈夫です大体、はい、あのこれもですかもしかして、あ これは友達だ、はい、その当時の、うん、すごいですね、すごいねこれ、これ金子国芳みたいな感じがしてるこれはね、多分ね、レンズにあのワセリンを塗ってぼかすっていうのをやってるんだよ、これデビッド・ハミルトン方式ですね、はい、あでこれはあの銀がこう焼けてこう退色してるからなかなかいいじゃないですか、そうなんですよ着せずして最後の晩餐みたいな感じに、はい、すごいですね、これは誰、あこれは佐藤君じゃ友達だと思いますよこれ、その当時のそうだクラスメイトの、うん、クラスメイト、もうまさかこんなところで40年後に笑い者になっているとはね、あの他にこれあの親密そうな方の写真もあるんですけれど、これどうですか、これは、はい、これは課題で、はい、ヌートになってもらった、やっぱりルームメイト、あるクラスメイトのクラスメイトの女の子でルームメイトじゃないですね、クラスメイトですね、クラスメイト、はい、うん、これあピアノを弾いてヌートでピアノを弾いてると、はい、うん、あのなんだかよく分かんないですけどあのアップもあるんですがこれすごいです、なかなかはい、いいじゃないですか、まあ、今もこの退色具合が銀化しているところがいいですか、ね、うん、これですね、これ本邦初公開ですよね海江ダールには出ないタイプのでもね、もともとこういう作品がいっぱいね海江ダールに載ってたかもしれないですけどね、うん、はい、これもうネガもなくなっちゃってるし、もう、あそうなんですか、じゃないこれもうユニークですよ、ユニークプリント、うん、いいですね大丈夫です、杉本さんのサインさえあればねこれね絶対だけど、あのね、これ出したのは皆さんに見てもらいたいっていうのもあったんですけれど、うん、あのそれからここへ来るね、まあ、あのこれカリフォルニア時代ですよね、これが、そうですね、それでそれからニューヨークに移られて、うん、あのうん、お仕事をしながらお店ですよね、まずいやいやいや、まずはあの、まずコマーシャル写真のアシスタントを何人かやってみたんですけども、はい、こんなつまんない仕事はないなと思ったんですね、うんうんうん、それと同時にアートシーンっていうのがこうニューヨークでね、ジャットの展覧会とか、はい、レヴィンの展覧会とかあってですね、ちょうどすごい盛り上がってた頃ですよね、こんなことやってて金になるんだっていう、はい、アートっていうのはあるんだって初めて気がついた現代美術、はい、そっか、カリフォルニアに行った時はそんなことは思いもしなかった、ロサンゼルスには現代美術ってその当時は僕はあんまり注意を払ってなかったんで、はい、ルシャとかいろいろいたんですけど、ね、当時代にね、はいはい、うん、でも画廊もあんまりなかったし、うんうんうん、とにかくコマーシャル写真しか食う道はないと思ってたんで、うんうんうん、コマーシャル写真家のアシスタントをやっ
ってたらつまんなくて現代美術の方が面白いということになったんで、はい、じゃあもう意図的に現代美術に切り替えようと。でまあ、いろいろ意図的にね、意図的に、はい、職種替えをしようと。それで、はい、写真はもう技術があるから、はい、誰も写真でもって現代美術をやろうなんていうやつはいないだろうと。でベッヒャーっていうのはまあその当時いましたけどね、うん、彼女たちがドイツのあれですね、ドイツのそういうなんか給水塔とかいろいろなものを撮っている写真家のベッヒャー夫妻ですか、うん、ベッヒャー夫妻、はい、でたまたま同じソナベントっていうカールに入ったし、はい、でまあ伊藤だからその当時ようやっと写真っていうのはマーケットになってきて、うん、アンセル・アダムスのね、はい、月が昇るのが1000ドルとか1500ドルってすごいニュースになった頃なんですよ、まあ、その程度でしたね。1000ドルですもんね、すごいですよね、今だったら100万ドルですよね、本当にでもということはこの、うん、この時代からですよ。この時代からまあ2年後ぐらいにですね、2年間の間ここにこれになったんですか。そんな短かったんだ。そうですよ、ああ、そっか、うん、いやだからその本格的にやろうと思って死の後までしか持ってなかったのを8バイテン買ったわけですよね、はい、うん、でまあ基本的には技術的に同じですから、うん、これでこれを最初に、まあ、1975年に撮ったんですよ、これは、うん、ほうほうほう、だからさっきの73年か、そうか、それ、うん、この2年間の間に何があったんでしょうねこれが今日の最大 の謎ですけれども、ね、でそれ意図的に現代美術の、ね、マーケットを見たっていうのはその通りでしょうけれども、なんかそれ以上のものが何かありますよね、これとこれの間には深くて、深い溝があるみたいな、だから、あれは、まあ、ただ普通の写真家だったんですよね、はいはい、でやっぱり現代美術でやるっていうことでこう魂をこう切り替えるっていうかね、魂を切り替える、そうそうそう、売ったとは言わないが切り替え、うまいこと言いますね切り替えると、はい、いやその当時ほら河原も出てきたし、うん、コンセプチュアルアートというのも非常にね、うん、もう伸びてきた時代ですから、絶頂期ですよ ね、 ですね、はい、だからやっぱりそのコンセプトがないと現代美術にはならないと。なるほど、ね、はい、だからさっきの写真にはコンセプトはないわけです。そんなことをもう考えてもいなかった、ね、綺麗ならいいみたいな、ね、そうそう、面白ければいいと、はいはい、ビジュアルに何か変ならばいいとかね、面白ければいい、あ、こういう、そうですね、こういうやつですね、であそこのハゲタカのジオラマシリーズになってからはもう最初から意図的にこれは、うんうん、まあ、生きたように見えるけども、はい、死んだ世界なんだということで、うん、それで魂を抜いたその状態、うん、魂を売ったんじゃなくて魂を切り替えて、はい、魂の抜けたものが生きたように見えるっていうことをコンセプトにして出そうっていうふうに、まあ、頭の中で決めたわけですよ。そうか、うん、そのやっぱ意図的な、ね、方向転換っていうか、うん、そうですね、だからただの写真じゃないぞっていう写真を撮ろうということにしたわけですね。そうか、うん、それがこれ、うん、そのきっかけというか最初のあれですよね、うん、そうですね、転換点がこれっていう感じですよね、うん、はい、でこの時に 3、4点と、うん、撮れたわけですよ、はい、撮れたっていうか、まあ、ゲリラ戦法で勝手に行って撮ってきちゃったわけですよ。すごいですね、8倍点で勝手に撮るってすごい僕みたいに35ミリで勝手に撮るの違うでしょうからねだってもう三脚は立てるわで全部暗幕でこう、はい、囲っちゃって人が入れるようにしちゃったわけですよ、はい、ゲリラって言うんですかそれえ、いや度胸ですね、これ度胸。なるほどね、うん、で一応ね監視が来るわけですよ、はいはい、でお前許可取ってんのかっていうから、うん、もちろん取りましたって、あ、うん、前の日に電話して、はい、観光客だけども、うん、写真撮っていいのって言って、うん、いいですよって言われたすごい観光客ですらないしまあでもその通りですよね。でちゃんと電話で許可取ってありますって言って、はあ、あそうかって言ったけど、なんか運ぶの手伝ってくれましたよ。いいですねだってあれですもんね、これで別にね、うん、ストロボ使ってどうのこうじゃないですしね、うん、何もダメージはないと、うんうん、だその前にロケハンして35ミリでいろいろ撮って、はい、こうなったらこうなるって実験してますけどね、うんうんうん、でこれはいけるっていう確証ができたので、はい、本格的に持ってって、でガラスがに入ってますから反射が来ちゃうので、うん、全部黒い膜で覆わなくちゃいけないんですよ。そうですよね、覆う前に、はい、まずはあの
ピント合わせて、はい、ちゃんと構図を決めて、はい、その後でその黒い切れに穴を開けてそこにレンズを持ってくるんです、はい、ささっと折って、そうですね、ずっと折ってたら怒られますもんね、いくらなんでも、ね、でも同室はやっぱり25分とか30分ですから、うん、2カット撮るのに1時間かかるんですね。すごいですね。だから1つ撮るのに2時間ぐらいかかりますよね。うん、それはどっかがこれまた動いてるかもしれないですよね、うん、あ、そう、よく見ると動いてるかもしれないねでもこうするとね、どこから絵でどこがあの3次元のあのスタッフとアニマルなのか分からなくなっちゃうんですね、うん、本当ですね。これ、うん、あのね、この剥製のジオラマ自体、うん、わざとパースとかつけてあるのもあるから余計そうですよね。そうですよ、これは30年代 の, あの大不況の時に WPA プロジェクト、はい、国家プロジェクトがあって、うん、アーティストがみんな来れなくなっちゃったんだ、ね、はい、で仕事をアーティストに作ろうというんで、うん、このジオラマシリーズを作るために絵描きをこのアフリカのサバンナまで送ってるんですよ。お、そうなんですか。写真家も送って絵描きも送って、うん、これもジオラマ制作者も送って、うん、生態学者も送って、うん、でみんなでだから行って、うん、これをリアルに再現するためのスケッチとか全部描いてくるんですよ。これね、でこれをなるべく時間をかけてゆっくり描くっていう、はい、あんまり早く終わっちゃうと、そうですね、救済策にならない。そうですよね。だからめちゃくちゃハイクオリティのこのバックグラウンドの絵が描かれてるわけなんですよね、うん、でもそれを、ね、うん、こう最初にやろうと思って、うん、ね、まあ、一応ロケハンされて、ね、でもその中でもこれいけるジオラマといけないジオラマっていうのがやっぱ、それはもちろんあるじゃないですか。どういうところがあれなんですか、グッとくるジオラマと来ないジオラマ。それはね、絵描きがやっぱり10人ぐらいいて、うまい人とうまくない人といるんで、その絵描きが描いたものを重点的に、背景がね、そうですね、調べれば誰か分かるんですけどね。そっかそっか、うん、そうですよね、別にこう、うん、剥製がどうこうじゃないですもんね、うん、あとパースがうまく合ってるものと合ってないものがあるんですよね、うん、なるほどね、うん、それはね、片目をつぶってみると分かるというのに気がついたんですよ。そうなんですか。そうなんです。もう片目をつぶってこう見るとね、はい、あの遠近感が消えるんですよ。あ、はいはい、そうすると仕上がり状態に見えるっていうのを気がついたんです。そう、今日はあれですね、笑ってるだけじゃなくて、うん、豆知識もいつ使えるか分かんないけどパースを見破るにはあの片目ずつ見ろという感じですね。でもそういうのこうね、確かにこうなんていう、綺麗であればいい、面白ければいいっていう写真から一歩ひねりが加わったね、こうひねりっていうとあれですけども、うん、まあ、だまし絵みたいなもんだよ今で言うと、はいはい、なるほどね、うん、これなんか 本物どこ行ったんですか、こんなところによく行きましたねって、そうでしょうっていう、そういうなんかそれ毎回それですか、そいやだけどそういう、ね、だからその中でも僕が思ったのは、うん、そのね、コンセプトはすごくこう、ね、その通りだと思うんですけど、うん、その中でもこう、うん、ジオラマの、うん、なんていうのか、背景の絵によって、うん、杉本さんをグッと来させるやつと来させないやつってあるじゃないですか、だからなんかそこにはあれですよね、うん、コンセプトはもちろんあるけど、うん、その中でのこう、うん、美意識っていうか、そういうものもこうだからちょっとあれですよね、うん、そういうウェットな部分が、うん、コンセプチュアルアートというのもあるか、演劇空間みたいになってるもの、その当時はね、うんうんうん、これの場合にあの左側にこうライオンがカップルで去っていくわけですよ。あ、そうなんですか。シマウマをこう襲って食べたと、はいはい、ほうほうほう、でその食べ残しをこのハイエナが一斉にこう食べてるっていう ね、うんうん、でまあその次にジャッカルっていうのがその食べ残しのまた待ってるっていうんですね、待ってるわけですね、はい、だからこれは本当にニューヨークのシーンみたいな感じだなと思ったんですよ。これ演劇的に完成してるんですよ、構図的に。ニューヨークのシーン、ニューヨークのシーンで。そうだったんだ、初めて知りました。それはまあラリーガゴージャンみたいで、はい、食われてるのは私ですよそれえ、これは小柳、ガラリ小柳だから。なるほどね。じゃあこれ食われてるのが杉本さんってことですか。そうそう、すごい斬新な解釈でした ね、 それね、席を立とうとしてる人たちがいますけど、だけどね、そういうふうにこう、ね、コンセプト、写真がコンセプトを加えられてアートになっていくプロセスっていうのを今ね、僕たちはずっとここ数十年間見てきたのかなっていう気もしますけれども、あのその中でもこうね、コンセプトだけじゃない、なんかこう美意識みたいのがあるのがね、あれですよね、こう見てると、まあこういうのも、これがその次にやられたやつですよね。これはもうすぐ
それは1年後ぐらいにジオラマのシリーズとほぼ同時に始まったものですよね。はい、あの、うん、アメリカの各地に残ってる古い映画館に行って、うん、インテリアを撮影するんですけれども、それこれは映画を上映してる間に撮影するんですね。そうですね、まあ、行ってみて何の映画をやってるか分かんないんですけど、はい、とりあえず映画1本分をシャッター開けとくと、うん、だからこの白いのはただ白く飛んでるわけじゃなくて、うん、映画1本分がそこに詰まってるっていうことなんですよね、うん、はい、これは、うん、僕はこの辺から杉本さんのことを最初に見たのはもちろんあれですけどジオラマですけど、うん、この辺から知り合ったと思うんですが、これはさっき何話そうかなと思ってたらこれ思い出しましたね。これ用意しててこれで、あれですけどなんか広告にパクられてすごい怒ってた時ありましたね昔三井不動産の中で三井不動産ですからねうん、なんかあれですよね、杉本さんにこれを不動産屋の広告にね、そうそう使わせてくれて、ね、使わせろって言って断られて、うんうん、そっくりのやつを自分たちで撮ったってやつですね。そうしたら貸し寝ヶ谷から劇場の写真を借りてきて、はいはい、エアブラシでここを白く抜いたのを、はい、掲載されたね。すごい日経新聞の 全面広告ですよね、うん、コンセプトを覆すマーケットの力というかすごいですねこのでもねまさかねその、はい、断るとあれあの博報堂だったんですよね、はい、博報堂ですからねディレクターが来て、はい、あのもちろ ん, なんか その当時200万かなんかでお願いしますまさか断れると思ってなかったんでしょうね、はい、うん、これでいやお断りしますって言ったらものすごく困っちゃって実はもう締め切りはもう過ぎてるしもうあの朝日から日経全国紙全部一面買っちゃってあるんですって言うんですよ。ですからもうこれはあの後に引けないんですって言われたの。もうそれは杉本さんを説得するのに一番良くない説得の仕方ですねそう言ったら絶対断るでしょそれをねえ、うん、そうなんですよ。そしたらねあの間が悪いことに、うん、なんかさあの30代のまだ31そのいくつだったかなあの毎日芸術賞っていうのをですね、はい、最年少でとそのこの佐賀町でやった時に一番最初にね佐賀町、エクゼビットスペースでやったんですよね、これでそれであの毎日新聞が、はい、その事件を取り上げて、はい、その新聞に何回か記事を書いたんです。それで社会的にまあ認知されることになったと。あ、うん、まあ博報堂のおかげもあると、ね、あ そうだったんですよね、これね懐かしいですね、はい、うん、でこういうのもあってあの別に何も、うん、あの杉本さんの画業あの作品をたどることはしませんけれども、あのいやところがですね、はい、これ極秘今日届いた、はい、画像なんですけど実は、はい、まだやってるんですよ劇場シリーズって。ああなんかまた始めて。そうそうそう、あそうなんですか、すごいですね。先週ですねイタリアに行ってきて、はい、シエナという古い都市で、はいはい、撮った。おこういうもんですね。これですね、ちょっと待ってくださいね、うん、これね最新機器が入っているので、あこれで見ることはできる、見れるんじゃないか、ちょっと待ってくださいね、こう、うん、まさかそういうことがあるとは思わずあれでもどこだか忘れたからやめましょうこれこういうやつですね、この縦位置になってるんですよね。縦位置なんですか今度は。そう、オペラ劇場で18世紀の、はいはい、シエナの。そうですね、はい、でこれとこういう2つあったんですよシエナの。おこういう18世紀ですよ。えこの赤いのは何ですかこれ。これはあのメールの送信の時にノイズが入ったえ作品の一部じゃないのこれ違うそうなんですか、そこがかっこいいと思ったのにみたいなそうですか、それはそれはでも楽しみですね、それね。今度はオペラ、うん、ヨーロッパのオペラハウスっていう感じなんですか。そうですね、イタリアにたくさんあるわけなんですよね。そうですよね。昔はオペラハウスにはスクリーンなかったんだけど、最近は演劇にあの、はい、リアプロジェクションでいろいろ映像を包んで、うん、みんな持ってるんですよ。で、あのプロジェクターは自分で持っていくわけですよ、はい、それで好きな映画を映すことができるわけですよ。お、はい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 、ですからここで映ってるのはあの自転車泥棒ってやつですね。あ、ね、名作の場所を合わせて、そうそうそう誰も分かんないですけど
だから今度のシリーズはまた全然違うシリーズとして、はい、で自分でその映画評論みたいなのもやるわけですよ。そうなんですか。だから自転車泥棒のお話を短くまとめた、はい、ちょっとソフィーカルみたいな形で、はい、映像とその映画の内容で、映画のタイトルが自転車泥棒っていうタイトルの作品なんですよ、うん、この白いスクリーンからその心を読み取るみたいな。そうですね、無理だっつえね、そうですか。それだから忘れないうちにそのコメントを書いておくわけなんですよね。その何ですかそれコメントって。え、あとブローアップ、ブローアップっていうのは、ね、はい、欲望ですね、欲望、はい、アントニオーニの、はい、で必ず文章の終わりが同じセンテンスで終わるっていうんで、そのブローアップを読んでみますとですね、はい、華やかなファッション写真も撮るが、貧困層も撮る売れっ子写真家のある日、夕暮れ時の静かな公園で中年不倫カップルの旺盛を隠し撮りする。現像してみると女の視線の先の藪の中には死体らしきものが映っていた。見えることとは何か、実像と虚像の狭間に揺れ動く心どこにでもある人生の一幕だ。これどこにでもある人生の一幕だ、どんな映画でもつく。あ、そこでつけるとでこの白いのが映って、あ、なるほどね、そういうようなシリーズ、ね、どこにでもある人生の一幕っていう、まあ、一幕にふさわしいあれですよね。そうです、バックグラウンドとも言えると、うん、ということなので、これはいつ発表になるか分かりませんが、あの近々、まあ、来年あたりは集中してイタリアに行ってですね、はい、撮るんですよ。そうですか、ね、じゃあそれも再来年ぐらいには出てくると思いますね、皆さんも、はいはい、あれですね。でそれがあって、この、うん、はいはい、あのこの会計シリーズがありますね。これもあの、うん、まあ、これくらいから杉本さんを、ね、知ったという人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これも、うん、あの世界のいろんな場所の海を、撮影してきたという、うん、でもやっぱりね、一番自分の人生で驚きだったのはね、はいはい、これが売れるとは思わなかったんですよ。そうですか僕も買いましたけどねその後売っちゃいましたけどあれは名作中の名作、ボーデンコじゃないですか。そうなんです、あれはボノも欲しがったもんですよ。ねえ、ねえ、本当ですよね。唯一のジャケットになったじゃないですか。そうなんですよ、うん、負け組はこうやってどんどん負けていく感じなんですけど、でもまあ、ね、そういうものは杉本さんの本がいっぱい出ているので、うん、ね、あのまあ、杉本さん の、ね、あの画業というか、うん、作品についてはずっと読んでくれればそれでいいなと、ね、もうここで話してもしょうがないなと思うんですが、うん、僕ね、まあ、美術手帳の特集も出てますし、あ、そうですね、美術手帳とかブルータスとかそういうの出てくれればいいのかなと。実はこのカイエダールというのは日本語で訳すと美術手帳、そうですよね、だから美術手帳というのはこれのパクリなんですよ。いや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 、あのクオリティ違いますから、全然違う。いやでもね、これはね、これはね、東京であのアマナっていうところで売ってますね。そうですね、アクシス、はい、ね、不思議なプロジェクトで 2,3 年前からね、あの再刊されたんですけれども、うん、まあ、要するにコンテンポラリーマスターズですよね、うん、まあ、杉本さんも含めてですねいろいろなマスターズの人たちを、うん、作品をハイクオリティで印刷するという、うん、あのとてつもなく言ってみれば、うん、時代遅れのプロジェクトですよ ね、 そうですね、この電子の時代に、うん、電子書籍でやればいいじゃないかと。執筆群も非常にこう古典的な美術評論 で、ね、これはハンス・オブリヒトっていうのが書いてますよね、はあ、だからこ、うん、あの本人がこの間来て、うん、あのこのオーナーがインタビューをしたんですけれども、あのこれね、なんか時代とに逆らってると思うんですけどっていう話になってなんでこうもっとこう知を共有するために電子書籍とかにしないんですかみたいな話をした、そういうのは嫌だみたいな感じの金持ちらしいですねあの発言をしてまして、でもこのあえてアナクロ、アナクロというかアナログのアナクロにこだわるっていうところがまた面白いといえば面白いところなので、まあ機会があったらね行っていただきたいというか、まあその安いもんじゃないんですけどね。そうなんですよね、だいたいこうやってほとんど定期購読しろっていう話ですから ね、 ね、あのとってもお高いやつですけど、うん、まあ、見るだけでもね見ていただければいろいろ出てますが、そうそうそう、ね、これはですねピカソ の、 あの全あの、はい、作品を網羅した
はい、あのもう出版物が、ね、全冊で何十冊ってなるんですよね。そうですね、カタログレゾネ、もともとこの海江ダールが戦前に出し、戦後すぐか、ね、戦後までやってるんですよ。もう死ぬまでやってカタログレゾネ、これがもう世界中の美術館どこでも持ってなくちゃいけないっていうものになって、はい、それを古書で買うと大体3000万ぐらいするんですよね、全冊揃いが。でそれをまた復刊して、それがたったのなんか、100万円ぐらいで買えると。100万か150万で安いだろとか言われて、いや DVD にした方がいいんじゃないですかって言ったんですけど、訳してもらえずに。でもそれがまた売れてて、それの売り上げでこの好きな雑誌が作れるって、そういう非常になんか賢い商売ですかね。さすが映画プロデューサーみたいな感じですが、でも、うん、ある意味とっても挑戦的なプロジェクトだと思うので、まあ、見ていただきたいなと思うんですけど、うん、というのはですね、この海の話なんですけど、うん、僕もこの間ですね、ちょっと前なんですけど、うん、杉本さんそっくりに海を撮ってみたことがあるんですよ。ちょっと見せてください、これ。ちょっとボケてるじゃないですか。これとこれ。黒の締まりが全然違う。だってカラーだもん。ね、これはですね、撮ってみて初めて分かるこのね、うんうん、アーティストの心というかですね、うん、で別にパクリで撮ったわけじゃないんですけども、うん、これはでもねあれなんですよ、うん、2012年3月11日の南相馬の海なんですよ。なるほど。だから震災からちょうど1年後の、うん、津波が来た同じ時間の海なんですよ、これは、うん、だからあの日はあんなだったのが1年後にはこういう感じだっていうあれなんですけど、うんうん、それはコンセプチュアルアートですよ。いやいやいや、報道ですから。というのはだけどね、こう何でかっていうと、さっきの例えばろう人形のシリーズがあって、その伊豆ろう人形館で撮ったじゃないですか、うん、僕たち両方とも、例えば杉本さん の, その作品をパレード東京とかで見ると、でみんなすごいなと思う、うん、それは杉本さんこれは素晴らしい作品ですなんて言うけど、これどこですかとは聞く人いないと思うんですよね、多分ね、うん、だけど、まあ、僕もその水戸芸術館でぐるぐるぐる回したりして見せることはあると、うん、だけど僕としてはこの写真がかっこいいですねって言われるよりも、うん、ここ行ってみたいんですけどどこですかって聞かれる方が嬉しいんですよ、うん、だからそれが新日本機構とかいろいろやってますよね。そうですね、だからそれがすごい同じとこを撮っても、うん、そういう違いがあるっていうのはあれなんでしょうね、うんうん、なんかアートとドキュメンタリーの違いっていうか、いやいや、でも水戸芸術館って美術館ですからね、そこで展覧会やるっていうのはアーティストとしてもう認められたっていうことなんですよ。ネタ切れだっていうことですよ。急に決まったんですか。そう、ネタ切れで、そう隙間産業みたいなもんで、言うこと聞くやついないかみたいな。そんなことはないですけど、でもやっぱりこう同じものを同じようにじゃないけど、ね、同じものを撮っていてもね、こう態度が違うわけだし、ね、見てもらう人も違うっていうのはね、なんかこう、これもそうじゃないですか、面白いですよね。だってこれ、うん、この海どこだかすごい綺麗なんで行ってみたいですっていう人はいないと思うんですよね。いないですね、別に、うん、そういうの聞かれたことないですね。聞かれても困る、聞かれてもですよね。で、この海のこの場所自体に何か特定の話があるわけじゃなく、うん、じゃないですよね、むしろ逆じゃないですか、うん、どこを見てもっていう ね、うん、そうですね、だから、うん、すごく違うなっていうのをお見せす、ちょっとだけ知ってもらうためにわざわざ恥を忍んで持ってきたんですけれども。いや、これ映像で見るとやっぱりプリントを見てもらうと歴然と本当ですね。そりゃ1000万と500円の違いですよ。そう、学装されてるでしょ、これパウチっ子だからね、こっちは。ねえ、ということでですね、時間がどんどん経ってしまいましたけれども、これ最近の杉本さんの仕事をフォローしておかないとあれなんで、そうですね、はい、教えていただけますか、これが、うん、はい、さっき、これはインスタレーションの撮ってるところ
ですね、はい、これはもう本当に3週間ほど前に、はい、オープンした、うん、カステルダーマというイタリアのトスカーナ地方の、うん、小さなワイン園の中にアートプロジェクトがあって、うん、約1年に1人ずつコミッションでなんか作らせるんですね。ほうほう。で今年は僕 でここにもっと巨大なものなんです。これしかイメージないんですね、うん、これがもう1枚あるこれですね。あ、それだけじゃ なんだか分かんないんですけど、はい、これはですね、まあ表参道の、はい、大久保参道大林ビルのところに巨大な数理模型が下がってますよね、はい、あれは2本の線がこう無限点で交わるっていう数理 数式なんですよ。ちなみに表参道のですね、うん、こう交差点からちょっと原宿駅方向に行った左側の、はい、そうですね、私ビルの中に、ね、おしゃれな料理屋さんがあり、うん、そこのエントランス にあると、まあ、その、うん、料理屋さんのデザイン自体杉本さんがやってるということです。金田中っていうところですけども、はい、でその数式はこの数式はそれとは違ってですね、はい、ゼロに向かうんですよ先端が、はあはあ、うん、でもゼロっていうのは作れないわけですよね、うん、物質的に、うん、で上下にゼロになる点っていうのをこう合わせてですね、うん、その間の1センチは作れませんよっていう、はい、そういうものなんです。でここに座るところがあって、そのゼロの点を見つめて、なんかこれ懺悔室なんで、もともと教会のそうなんだ、うん、だからここのコンフェッションルームっていうんですけどね、はい、だからタイトルは、コンフェッションのポイントゼロっていうんですよね。ポイントゼロの告白、これを見て何か思って告白をしなさいっていう、もう牧師もいないんですよここに。あ、そうなんですか、うん、でそういう、まあ、装置みたいなのを作ったんですよね。でそこの光がもう一つ前のありますけども、はい、これです。でここから窓から光が入ってくるんですけども、うん、ここに丸い穴を開けるとこっち側に像が映る、外が映る、カメラオブスクリアになってるわけですよ、ね、あ、なるほどね、はい、それが次の写真の、これだと、ここに外の光景が自分の影とともに映ってる。あ、これが逆逆さに映ってるってことですよね。要するに、ここ糸杉が映ってる、ね、糸杉がこう映ってる感じですね、うん、空が映ってる、はい、うん、じゃこのゼロに向かって無限にこう近づいていく間を見ながら、そうあれですね、ゼロはあるんだと、今までの自分の悪行をいろいろそこに集中させて見ろという感じの、なんか、ゼロはもう何もないんじゃなくて、ゼロという場があるんだということでね、まあ、プレゼンス・オブ・アブセンスって呼んでるんですけどね。なるほど。そうするとなんか立派に聞こえるでしょ。悔しいですねアートっぽく聞こえるように演出しないといけないんですよ。そうですよね、それが欠けてるとこですね。新日本聞こえちゃダメですもんね。それからこれがありますね。あ、これは今ベニスのサンマジョーレ島というところに、はい、で作った茶室なんですけども、茶室といっても茶室を巡るこう環境整備という路地が作ってて、これ日本みたいに見えるでしょ。これは実際にはベニスなんですよね。建築ビエンナーレってことですか。これは建築ビエンナーレの、はい、正式招待じゃなくて、うん、なんかこうサテライトショーっていうんですかね。ほうほうほう、うん、まあ、チニファウンデーションというお金持ちの教会がありまして、うん、そこでなんか過激なことをやってくれということなんですよね、はい、うん、でこの茶室空間、ね、なんていうの、それを巡る空間から作られたと。そうですね、これあ、これがそうですね、だからガラスの箱なんですよね、はい、それがこういう、 こうプールを作ってですね、うん、イタリアのこの、 モザイクのタイルなんですけども、はい、で周りは伊勢神宮の、はい、あと、三重の、垣根の塀の一番内側をのプロポーションを、これ住友林業っていうところに出してもらって、ね、作ってもらったんですよね。ほうほう、うん、でこのガラスをこれ接着だけで作るっていうのは結構技術的に難しいんですね、うんうん、で2畳の茶室ですね、ガラスの茶室、2畳の茶室なんですね、これがまあ、うん、はい、こういうことですね。そうですね、で虹入り口とかがついてて、はい、でここでまあオープニングのお茶会をやったわけなんですよね、うん、ほうほうほう。で武者の小路選挙の、まあ、若僧賞を呼んでですね、はい、これパフォーマンスですね、みんな外から見るわけなんですよね。まあそうですよ ね正座できないし ね、 そうですね、うん、で これはもう来年のベニスビエンナーレまでずっとここに置いてありますので。ああ、そうですか。来年はアートのビエンナーレなんで。ああ、そうですよね、はい、
じゃあ、ベニスに行けばこれ見れるということですね。あと、どんどん営業タイムになりますけども、営業タイムになりますけど、これ今新しい展覧会がこれから始まるんですよね、杉本さんは。そうですね、ギャラリー小柳で、はい、もうあと1週間ぐらいかな。11月の何日かですか。20日からですか。20日からこれは、ソフィーカレット、ソフィーカル真ん中にこのね、魔女みたいなおばはんなんですけども、はい、まあ、どういうわけか、なんかこう、はい、因縁があって昔から友達なんですよね。はい、これですね。これはもうなんかもう食いつかれたら離れようがないっていうおばはんですから。でこのね、この新人のアーティストです、この青柳くんっていうのがこう、はい、これ3人でですね、靖国神社の飲みの市、骨董市にお店を出したんですよね。それでこれ靖国神社ってことですね。靖国神社です。でまずかったのは自分の乗ってる車で来ちゃったから、ちょっと高級骨董商っぽくないですね。もっとボロのバンカーなんかで来る、ね、車でよかったんだけども、はい、これ小柳の車で、これ僕の車でまずかったんですよね、はい、うん、でもまあここで何か、まあ、彼がねアーティストなんですけど、骨董趣味のなんかこうファウンドオブジェクトをアートとして見せるっていうことをやってましてね。でソフィー・カールが可愛い子を見つけたってんで僕のとこ来て、可愛い男の子ってことですが、これがね、はい、気に入ったらしいんですよね。嫌、ね、と言えなそうな顔してますよね。これね、で彼が飲みの市の東郷神社で出してた時に、はい、ソフィー・カールがあんたのも並べても面白いのもないって言ったら、うん、あれって顔を見て、ああいうソフィーカルって聞かれたって言うんですよ。それでまあ喜んじゃってね、あ、私知ってるんだって、知ってるんだ、はい、でそのまま電話番号もらって帰ってきたんだけども、電話番号、はい、これ電話かけてこいつを探してくれって言われた、ね、ナンパですね。ただの結局それでそんなに気に入ってんだったら、じゃあ何かやろうじゃないかということで、3人で骨董市に店を出して、それでまあソフィー・カールはね、自分のその嘘のストーリー、あ、本物のものに嘘のストーリーをつけるっていう、これストーリーが全部ついてるんですよ。猫の着物とかいろいろ、僕の出してるのは物は本物だけども嘘の話がついてるっていうんですね。だからこのクレヨンは東郷元帥の息子が使ってたものですからね。あ、そういう骨董屋さんがよくやるやつですね。普通にこの蓄音機は古賀政男愛用でございますね。メトロノームもその時の古賀政男もメトロノーム、よく聞きます、ね、ところがね、僕はね会計のオリジナルプリント8000円で出してた。うっそ、本当、こうやって伸ばしていくんですね。売れたんですかそれ。いや、だから杉本だって分かって買う人には売らないってことして、知らない通りがかりした、これいいなって8000円で買う人に売るって、売れなかったですね。あだから今度のってなんか売れ残りってアンソールドってなんかやつ、なるほどね、で売れなかったものを見せて、ギャラリー小柳で買ったら800万なのにね。今度はインスタレーションとして全部を売れ残りを売るという、売れ残りを売るんですか、そのギャラリーで。1点ずつ売るんじゃないですよ、まとめてじゃないと売る。まとめて3人分いや1人分でもいいのかな。ちょっとで、まあ、青柳君の青柳君なんて非常に素晴らしい、ね、造形物がいろいろあるわけです。ファウンドオブジェクトが、非常に趣味のいい人なんですよ。そういう感じがしますね、隣のおばさんと違ってそうなんですか。そういう展覧会は、はい、20日から始まりますので、とっても面白い展覧会だと思うので、ぜひですね見ていただき、それからこのもう一つね、これね、はい、これ身内なんですけど、ジャケットですね、これをジッキさんという、これは今時珍しいですね、ヘビーメタルのギタリストですね。そうですね、はい、女の子なんですけど、しかも女子、そう、しかも若い、しかも美人っていうですね、なぜヘビーメタかっていう感じなんですが、うん、はい、それがそれはまあ実は僕の、まあ、姪っ子になるのか、うん、弟の娘なるのか、姪っ子さんですよね、明らかに、はい、それでまあ、うん、
アルバム出したいというのでジャケットのデザインとあと「いろは歌」っていうのがありますよね、有名な「いろはにほへ」と、はい、これを作詞したっていうんじゃなくてメロディーに節付けしてっていうか載せてっていう、まあ、だから作詞あとジャケットを杉本博司がやっていると、はいはい、ヘビーメターですからね。それでねこの、ロサンゼルスでレコーディングしてるんですけども、ミスタービッグというバンドがあるんですね。ミスタービッグのベーシストが入ってるという、ビリーシーンというベーシストが、はい、その彼女のカバーに入ってるんですよ、はい、うん、ですからまあでもギターだけの、ね、ソロアルバムなかなか難しいんです。今発売中ですので、はい、イロハ歌という、はい、自主制作などですね。自主制作、ジッキーさん。今日持ってきてないんですか？え、いっぱい。今日持ってくればよかったね。そうですよ。今日買ってくれたら杉本さんのサインが入るということすれば、100枚ぐらい売れたのに。ねえ、惜しかったですね。ちなみにあの杉本さんはですね、他にこの U2 のジャケットもね、この間は、やられてる。もう3年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前に U2 のジャケットが杉本さんの会計ですね、うん、これが実は僕が昔持っていた作品なんですよね。はい、なんかフラット TV が出た時に、そうなんです、それを買いたいために、はい、安い時にまだ買わせていただいてですね、うちに置いといたんですけれども、あのバタバタ倒れて2回ぐらいガラスを取り替えたんですが、そのうち ある日薄型テレビっていうのが出ましてですね、ものすごい高く、どうしてもこれが欲しいみたいな感じ。そしたら、画廊の方がそれを聞きつけましてですね、だってあんたあれ売りなさいみたいな、現金で100万やるみたいな感じ。いや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 、振り込んでくる、いやいやもう今すぐ持ってくみたいな感じで、それで魂を売り渡し、ねえ、フラッで薄型テレビは今はあそこ の、 あのスナックで使ってる。そうなんですよ、その薄型テレビが思いのほか好調で、ね、あれなんですね、実は僕がやってるスナックでですね、メインモニターとして未だに使われてる。今買うやつより綺麗、お色がいいんですよ、やっぱりこう解像度とかじゃないんだけど、しっとり感覚でですね、さすがああいう IT 機器は初期の一番高いやつはすごいいいですね、ということでやっぱりあれですね、こう豚に真珠というか猫に小判というかですね、こうアートにはそれなりに落ち着く場があるというか、うちにあってもしょうがなかったっていう。実質的に薄型テレビの方が人生に役に立ってるんでしょ。そうなんですよ。そうそう、ね、だから僕の人生には役、その程度が役立つんですよ、ね、だからボノみたいな人の人生にはこっちの方が役立つんです。だからアートは場所を選ぶけど人も選ぶっていうことがですね、よく分かりましたね、うん、あなんかお説教臭くなってきましたね。いや違う、懺悔してるだけですね。え、はい、ということでですね、はい、あっという間に時間が経ってしまいました。もう8時45分なんですけれども、せっかくの機会なんで、もっとバカ話をすることはいくらでもできるんですが、うん、せっかくの機会なんで、杉本さんに何か質問のある方とかですね、聞きたい、何か聞きたいことがある方はですね、数人は大丈夫だと思いますので、教えて、はい、はい、そこ の、 マスクの方、うん、はい、叫んで。はい、マタニティで、なんか映画館の写真、劇場の写真って、ええ、昔はその上映されてたもののタイトルがついてた。一番最初にね、松岡聖子がやってる You っていう雑誌に、出たんですね、80年代かな、うん、その時はなんかタイトルがついてましたね、ええ、それでなんでその場所のタイトルを変えたのかっていう、ええ、ああ、まあ、やっていく間にですね、ほとんどが誰も見たことのない映画っていうか、そのアメリカの田舎に行くと、まあ、三流館でなんか5人か6人見て、それで、まあ、B 級ホラー映画みたいなのがほとんどなんですよ。ですから、まあ、そのなんかタイトルが確証が全くないわけですよね。なるほどね、うん、で、まあ、名作だったらいいですよ、うん、だからそれで、まあ、一応で記録は取ってあるわけですよ。だそのうちにそういう
まあ、全部 の写真集が出るときはね、一応後ろの バックマターとして書こうかなと思ってるんですけどね、うん、詳しいですね。しかしまた聞いて聞いた話なんかすごい深い理由があるのかな、ね、いやいや全然その深い理由はないんですよ。まあ大抵そんなもんなんですよ、現代美術で。だけどあれですね、それは確かにこう田舎のね、田舎の映画館多かったですよね、で B 級ばっかり回ってくると思いますから、そのタイトルにするとなんか意味がついちゃいますよね。なんか B 級のタイトルって変なタイトルがねあって面白いんですよ。いやだけどこの美しい写真なのにテキサスチェーンソーまさかとかまずい、なんか別の意味がついそうですよ ね、ついちゃいますよね、オーメン3とか4とか、ね、そうですよね、いっぱいそういうのあるんですよ。はあ、品性も疑われることになるか。そうするとせっかく買おうかなと思っている人になんかこう足を引っ張るんじゃないかという。そうですよね、まだ売り出し中でしたからその頃は。あ、そうですね、場所とかのがで何も言わない方が神々しい感じがするんですよ、これはね。今日はアーティストになるためのポイントが随分出てきましたね。はい、でもね、ね、昔の対談の時に杉本さんがやっぱこう世の中を斜めに見る装置としてカメラを選んだっていう話を僕にしていて、なるほどなっていう。まあ大体アーティストはそうですね、もうアーティストにいい人はいないっていう、あー、ね、アーティストでいい人ってその人二流だよって言ってるんですよ、よくね。二流って言ってましたからね、今ね。だからこれね、松崎恭一もアーティストで、これはもうめちゃくちゃ斜めに見てるわけですよね。いや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 、だからまあこう僕が思ってたとすると現代美術館の裏側ですよ。裏側ですかね、いやいやいや、裏側、僕がちょっと斜めに見てるけど松崎恭一は裏側から見てるって感じ。いや違うよ、つぶらな瞳でまっすぐ見てるって言うんですけど、それ受けますね。本当ですか。いやだけどね、あの最近ね、この間話した時も、このなんでそのね、同じそのね、僕たちが作ったもんでもない老人形を撮影してね、あの500万と5万あの500円になるのかって、1万倍の差は一体どこにあるのかっていう話を、そのいっぱい買ってくれてる館長夫人の前にしてましたけど、あのね、その時やっぱすごい印象的だったのはね、こうね、アートだから高いんじゃないんだと、高いからアートなんだっていう話をして、みんな納得したようなしてないような微妙な空気が漂いましたけど、でもあれですよね、杉本さんのお話だと、それはあの小沢昭一の映画でありましたよね、その、あの何だったっけな、でそのまああの少女売春みたいな商売やってるんですよね、それでやり手ババアが、まあそのお客さんが来たと、絶対に少女じゃないといかんと、このじいさんはわしは少女を抱いたことない、それをこう抱くまでは死んでも死にきれないとか言うわけですね、名場面があって、そうするとそのじゃああの子がいいわって呼んでくると、その子供がいるんですよ、その少女の女の子っていうのは、その時のセリフが、少女だから高いやない、高いから処女なんやって言うんですよ。なるほどね。それですか。やり手ババアが画廊ってことですか。それ。処女が作家みたいな。全部処女で売り出すんですよ。なるほどね。だけどそれはね、その時言ってたのは、昔の金持ちは自分、まあ大体そんな人よりものすごい金を持つっていうことは大体悪いことしてるに決まってるわけですから、あのその罪悪感を晴らすために教会に寄付してたと。そうですね、教会に寄付することで自分 OK みたいな感じになってたのが、ね、それが今は現代美術だっていう。そうですね、教会に寄付してもね、カトリックの坊さんは男を少年買ったりなんかしてるわけですから。そうです、そういうね、ことに使われちゃうね、現代美術なら値上がりするしね。でだから日曜日には教会に行くかり、今に美術館に行くことになったんですよ、現代社会は。そうだったんですね。でそこでご祭銭代わりじゃないですか、特別な寄付をすると、まあ、社会的な認知を得られるっていう、そういう新しい現代社会のシステムになったんですよ。そうです、壁に名前が入ったりとか、いろいろするわけですよね。うん、
もう画廊一つ分寄付するちゃんとなんとかギャラリーって書かれますからね。そうですよね、うんうん、でお金のないものは昔は教会に日曜日に行って、うん、ステンドグラスを見たりして感動していたように、うん、今はタダで画廊に行って時々見せてもらえるっていうことですよね。そうですね。だから僕なんかも、ね、こんなにあの何百万とか何千万で売れるなんて困っちゃったわけですよね。何が困るんですか。お金の使い道がないですよ、ね、お金の使い道がないとか言ってますよ。ねえ、それで、はい、骨董にすぐに変えることにしたんですよ。なるほど、ね、はい、そう、同じアートですから、はい、古美術品、はい、でこっちの方があのアンダーバリューっていうか、こんな素晴らしい平安の、ね、仏像がこんな値段で買えるんで、自分の作品を、ね、10枚売ったらこれが買えるって言うと非常に申し訳ない気持ちになるわけですよね、うん、ああ申し訳ないなって、その気持ちが創作意欲にまた増す。え、そうなの。え、創作意欲ですか。罪悪感もっと買いたいなと思うんですよね。罪悪感のあれじゃないですか、解消じゃないですか。でも平安時代の壺の方が、壺よりもね、その1000年前に何の邪心もなくね、壺作ってた人の作品よりも邪心に満ちたあれですよね、ダイヤモンドだらけの頭蓋骨とかが高いっていうのは納得できないところありますよね。そうですよね。ね、ということで皆さんもですね、現代美術についてかなり今日は深い認識を得られたというか、こんなもんかというかですね、いろいろ斜に構えて見てみるとね、斜に構えるって言えば、まあ、都築教授の裏技に対抗するべきですね。いやいやいや、そのほうがないです。来年に千葉市美の美術館でやる、はい、千葉市美美術館で、はい、展覧会がありまして、ほうほう、それのタイトルっていうのは、ね、はい、今日初めて発表するんですけども、こういうもんですね。これ何ですか、これ。え、逆派になってますけど、逆、これは、はい、おもてなしって書いてあるの、おもてなし。おもてなしの裏技っていうの。おもてなしが裏になってる。え、暴走族みたいな。まあ、ちなみにだってこれもあれですよね、これもあの、うん、タイトルは、タイトルはこの、あ、これはモンドリアンっていうタイトルなんですけどね。漢字で何て書くんでしょうか。あの、聞く鳥のアンって書くんですけど、モンドリアンらしいですよ、ね、こう構成が、まあ、モンドリアンっぽいですよね、幾何学抽象。いもうね、お金があんまりいっぱいあるとそういうふうなことを考え始めるっていうことがですね、皆さんもよく分かったと思いますね。でも その千葉市美のは何をされるんですか。これはですね、あの竹川クリステルじゃないですか、おもてなしとか流行ってるじゃないですか、ね、クリステル、はい、クリステル、クリスティーズじゃない、あれはオークション会社、はい、ですからこれはだから古美術と自分の美術と合わせて、お客様をお迎えして、うん、で自分で料理を作って、はい、で自分の集めた皿とかに出すと、はい、例えば、まあ、縄文時代何食ってたかっていうのね、はい、縄文料理を縄文時代の時に、持って、はい、それで、まあ、変な客に出すと、その時に出した変な客って何ですか。今変な客、はい、いや都築教授も入ってます、ね、あ、本当ですか、ありがとうございます。縄文じゃない方がいいですけど。で、はい、いや栗をねアク抜きして茹でたの かなり美味しいですよ、はいはい、うん、だからそういう変な料理と変な取り合わせで客も含めて全部それ、はい、その出したものが出品される展覧会だから、おもてなしの裏技なんですよ。おもてなしをどうやるかって、なんかですね、ひねりにひねったお茶会みたいな感じですね。そうそうそう、はい、だから名品も出ればもうクズみたいなのも出るしという、そういう落差が非常に、で たまにはですね、桃山時代の志乃の向こう漬けで茶碗蒸しを作って出すとか、そういういやらしいことをする。またそれあれでしょう、呼んだ人に当てさせんでしょう、これどっちが高いと思うみたいな感じ。ね、皆さんもお金はほどほどにして、あの素直に育った方がいいと思いますね。でもちょっと もう時間なんですけども、一人ぐらいだけ質問を受けましょうか。一、うん、人だけ、はいはい、じゃあその立ってる方、君君、はい。うん、平山さん自身は、うん、お茶はですね、あの高校の時の同級生のお姉さんがすごい美人で。
はい、それで、手ほどきを受けましたね。何の手ほどきですか？いろいろ、いろいろ人生の機微を教えてくれるね。大人になったってか、ね、一皮むけたって感じですね。筆おろしっていうんですかね。あ、筆おろし。はい。まあそれで非常によく覚えましたね。それで身についた、身についた、身についたらしいですよ。年上によって、うんうん、いやいや、まあそれはまあそれとしてですね、はいはい、タイムラインからも質問来てます、はい、タイムラインからも、はい、あのビューアーからも質問来てます、はい、質問、はい、杉本さんのところに食えるようになりたいって相談に来る表現者がきっといると思うんですが、どういうふうに答えるいらっしゃいますでしょうか。 RJTBU さん、ああ食えるようになりたいと、アーティストとして食えるようになりたいと、はい、若い人が、若いアーティストが杉本さんのところに来て、そうですね、アーティストとしてなんとこう食えるようになりたいんですけど、それはな、僕の場合には食えるとは思わなかったことが良かったんですね。あ、突き放してますね、完全に。人生はね、やっぱり裏切りの連続で思った通りには絶対いかないですね、これはね。だから偶然の重なりでもって、たまたま僕はもう途中で、ああって後で食おうっていうのを諦めて骨董屋をやってたわけですからね、うん、でその時骨董屋を続けてたらもっと収入は増えたかもしれないっていうこともある。本当ですか？ね、いやそれはないでしょうけど、でも何がどうなのか分かんないですよね。ね、世の中そうですよね。そうですよね、うん、東京で博報堂にパクられなければここまで知られなかったかもしれない、ね、悔しいと思ったのがよかったかもしれない。、ね、まあでもまあただ人と同じことは絶対にやらないようにしようと思ったのがまあ良かったのかなと思いますけどね。うん、だからどうしてもこうなんか売れたいとかね、こうお金が欲しいとかいうあからさまの欲望っていうのは大体実現されないですよね。なるほど、うん、黙ってないとダメです。黙って心に秘めとかないと、ね、そんな質問しちゃった時点でもう終わりですよ。あやっぱ突き放してますね。やばすぎる。でもまあその通りですよ ね本当にね、はい、うん、うちにもささやかなの来ますけどね、よくね、写真で食ってきたいんですけどとかね、あの編集者になりたいんですけど、よく聞くとでかい出版社に紹介しろみたいな話ですからね。それはね、本当にやってるやつは黙って自分で写真撮って黙って自分で雑誌作ってますよね。そうですね、自分で作品作ってると、うん、ということで何の都築教一のね、あの、はい、東京ストーリーですよ、はい、なんだっけ、東京ロードサイド、ロードサイドジャパンだ、はあ、あれの出版記念の時に僕はあの、はい、ほら目黒川の横で行きましたけども、はい、あれフレンチスタイルとか東京スタイルか、東京スタイルですね。そうそう、はい、あれはあのその当時高い本でしたよ ね、 あれね。そうです、あれは僕は最初の本なんですけれども、うん、東京の若い子たちの、うん、まあ、本当貧しい住まいをいっぱい100人取って本にしたんですけれども、そう、ね、誰もそう本が1万2000円とかしたんですよ。あれは絶対売れないと思ってかわいそうだなと思って僕はあの哀れみの女王に買って買ったんだよ。ありがとうございます。そしたらあれが爆発的に売れたじゃないですか。爆発的に売れたけど、うん、ね、あの京都書院が倒産したために、うん、一銭ももらえずに終わって裁判沙汰になったっていうですね、裁判にしても無意味なんですけども、うん、でもその時にこう、ね、うん、3万円の家賃に住んでるやつに1万円2000円の本買えっていうわけいかないので、うん、あの最初の印税はいらないからその代わり100冊くれって言って、うん、そのできるだけあの撮影した人を全部呼んだんですよね、うん、それで一晩パーティーをしたと、ね、あれ豪華なパーティーでした。はい、まだバブルの頃だったと思いますけど、でもまあ別に本当手弁当の感じでパーティーやって、うん、撮影させてくれた人には1冊ずつあげるっていう風にして、うん、おかげであれですね、うん、今うん、どこ行ったんだろうと思っていたら最近になってまたフェイスブックで見つけてくれて、うん、あの時写真撮られましたもん、うん、けどみたいな、うん、でこう再会したりとかいろいろあるからこう、うん、貧乏人のつながりが強いんですよ。でもああいうね売れないなと思ってるものが売れたりなんかするんですよね。まあそうなんですよね。だからね、うん、やっぱりこう作りたい、本当に自分がやりたいことをやるしかないっていう感じですね。やりたいことをやる場合にはあれですよ、うん、だからこう、うん、
他の人のやらないことをやるっていうねおっしゃってたよね、人のやらないことをやると、他の人は大体止めますよね、そうですね、だってやってないんだからさ、そんなことやってもって言いますよね、だからその人の善意の忠告に耳を貸さないことっていうのはすごい重要ですよね、だから相談しちゃいけないんですよ、相談したらおしまいですよ、密かに自分だけの確信でやらなくちゃいけない、相談したらねおしまいですよ。だって杉本さんのね、若い頃知ってる人でもこれ骨董屋がうまくいってんだったから骨董屋してればいいじゃんっていう善意で言う人は多分みんな言われましたよ。そうですよ、だってそれね、良しと思って良かれと思って言ってくれてるわけですよね。助言というのは大体保守なんですよ。なるほど、現状維持を進められますよね、ディフェンスに入ってるわけですね。だから最悪のケースを想像するのが助言っていうものなんですよ。ああ。自分で考えるのは最良のケースしか考えないわけ。そうだったんだなるほど、絶対うまくいくみたいな。そうですよ、でもそれうまくいかないけど死んだ瞬間にうまくいったゴッホみたいな人もいるわけですから ね、だからどうなるかそんなの誰にも分かんないですよ ね、まあ死んで浮かばれるっていうこともあるかもしれないですよね。そうですね、死んでるお人形になったら杉本さんに撮ってもらえるかもしれないしね、これがね。ということで2時間経ってしまいました、こんなお話で本当に皆さん良かったんでしょうか、もう杉本さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。杉本さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。先ほど質問した RJTBU さんはそんな質問した時点で終わり、最高っていう回答が、質問者から来ました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。アーティストは欲望は鎮圧しろという格言をいただきました。そして今日は、3度ぐらい2分ずつ、落ちたので12時からこの配信をなんと再配信しようと思ってます。皆さんタイムラインで拡散してください。ありがとうございました。杉本さん、通貴さんでした。さらに今から、なんとエンマくんが、2時間半プレイしてくれます。エンマくんよろしくお願いします。でエンマくんと通貴さんのつながりっていうのはだってゴールドじゃんね。そうですよ、ゴールドは通貴さんプロデュースされていて、そうゴールドの中盤からエンマ君が、レジデントになり、そういう意味で、そうですね、そうなんですよ、はい、この間ね、なんていうの、そのゴールドやった人の倉庫を整理していたら、作る時のコンセプトシートっていうか企画書が出てきたんですよ。今度なんかでお見せしますけど、たったこれくらい文庫版サイズの、8ページの短編小説それを僕が書いて、それ一つであれだけのものができちゃったんですね。マジで。そうだからプレゼンとか企画書は意味ないっていうことをですねそのうちまた見せられたらなと思うんで、エマさんよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもう一度、杉本さんと都築さんに大きな拍手を。そしてさらに今からエマくんがプレイしてくれます。よろしくお願いします。チャンネルそのままで。あ、そして会場にいる皆さん展覧会見て帰ってください。もう18番組埋まってるので、ヘッドホンもついてるから、作家のアウラを感じながら、本人の作家本人の、言葉と呼吸を感じて、帰ってください。よろしくお願いします。ではエイマ君よろしくお願いします。